ます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。まあまあ、あのね、はい、今年、あの、ちょっとまあ結婚したんですけども。あ、そうやね。おめでとうね。あの、ありがとうございます。あ、いやいや、そんな、最初に来たみたいです。すいません。ありがとうございます。嬉しいです。めでたよね、ほんまに。ねまあまあ、ちょっとね、ただ、ちょっと心残りがありまして、ね。何ですか？あの、向こうのご両親にも挨拶行ったんですけど、はいはいはい、ちょっとなんか、うまくできなかったというか、ちょっと緊張してしまってね、あの、2時間無言やったんです。マジで？めちゃくちゃやん。困ってやったやろそれ。すごい変な向こうやったんや、うん、すげえなお前。すごい変な空気になってしまう。なるやろほんま。そうだから今日ちょっとね、うん、リベンジしたいなと思って。リベンジ、うん、どういうことどういうこと。だからちょっとお父さんやってほしいなと思って。俺が、うん、うん。でもう一回あの、うん、くださいっていうの言いに行きたいなと思って。ああ娘さんくださいみたいな。そうそうそう。リベンジって何？2時間無言やって。いやすげえなお前それで40分メンチ切ってたから。めっちゃすごいやん。よく結婚できたなお前。そうやね。だからちょっともう一回ちゃんとやらしてほしい、ね、リベンジな、うん、分からんけどやってみよう。あいつお父さんやってほしい。オッケーオッケー。でちょっと娘さんもらいに行くから。でも俺断るで。でもそれも全力で断って。オッケーオッケー。でもさらにその上行くぐらいの感じで奪いに行くから。了解了解、うん、やってみよう。それめちゃくちゃ反対してよ。オッケー分かった、やってみな、うん、俺ちゃんと奪いに行く。分かったてお父さん、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 はじめまして、みゆきさんとお付き合いさせてもらってます西田です。お父さん、お父さん帰ってくれ。君なお父さんなんて言われる筋合いないんや。じゃあお母さん。お父さんや。すいません、お父さん、これはあのつまらないもんですけども。いや、そんな持って帰ろお前。いや、ほんまにつまらないもんなんで。以来何持ってきてんお前。これキッチンの排水口のカバーで置いとくだけで物がつまらないんです。そっちのつまらんもんかよお前。やかましは。あれお前なんや君、なんや。すいません、ちょっとあのラグビーやってまして。関係ないよ。なんでラグビーやってたそんなの。関係わかんない。なんやこいつ。お父さん、え、みゆきさんは僕にください。お願いします。あかんよ、娘はな今日まで大事に育ててきたんや。君なんかやつもない、帰ってくれ。お父さん、うん、それ誰が言うてはたんですか。俺や。俺や。誰の意見なんですか。俺や言うてんねお前。なんでなんですか。え、実はみゆきさんのお腹の中には新しい命が宿ってるんです。ちょ待てお前、おい、もうそんな聞いてへんぞお前。おい、なんでそんなことになってん君。おいなあ、なんでそんなことになったんや。あの2ヶ月ぐらい前にあの僕誕生日やって、でまあ一緒にご飯行ったんすよ。でまあいつもはその後送って帰るんすけど、まあまあ今日ぐらいうち泊まっていきやみたいな。内容聞きたないもん。なんで内容聞かさらなあかんねんお前。おい、みゆきさんの方が添い寝しようって言ってきました。やめろよお前。みゆきさんの体もえら熱なってました。やめろ言うてんねん。僕もめちゃくちゃ興奮してました。それを俺に言ってどうすんだよお前。僕もめちゃくちゃ興奮してました。お父さん、こいつ何やねん。帰れよお前ほんまに。なあお父さん、え、あそこの時計見てください。え、何や。僕あれの色違い持ってます。いやどうでもいいよ。どうでもいいよ。だからお願いします。え、色違い持ってます。だからお願いします。みゆきさん僕にください。なんで時計の色違い持ってたら娘あげなあかんの。何言ってる君。なあ君な、あそこの写真見てくれるか。あれはな娘が生まれた時の写真や。娘が生まれてからな僕の中で大事な宝物になったんや。それを君なんかのやつもない。帰ってくれ頼む。お父さん、うん、あそこの時計見てください。色違い持ってんやろお前。いや、よう見たら形もちゃいました。なるけどな。よう見たら形ちゃいのあるけどなお前。なお父さん、あれ何のトロフィーですか。どうでもやろそんなことお前。やけどの後見ます。なんで見なあかんねん。なんで俺が君のな、やけどの後今見なあかんねん。見てください、やけどの後を見てください。さすってください。やけどの後をさすってください。優しく、時に厳しく。やけどの後見せるんで、みゆきさん僕にください。何を言うてんの君は。さっきから目つけとらないか。わけのほか君な、さっき、すいません、ちょっとラグビーやってまして。勝ったかいって。メンチをやめなさい。ほんまに頼む。娘こうまで大事に大事に大事に育ててきたんや。君なんかにやりそうもない。今日のとこは帰ってくれ頼む。お願いします。お父さん、頭上げてください。僕がお父さんにこんなこと言うのはお門違いかも分かりません。僕がお父さんにこんなこと言うたらこいつ何言うとんねん、こいつは本当に何言うとんねんって思われるかも分かんないですけど、今すごく中華が食べたい気分です。ほんまに何言うてんねんお前。ほんまに何言うてんの。最近ずっと和食やって、今日朝から中華の口になってました。だからお願いします。お父さん、中華取ってください。変わってるやん。何を言うたね君。早く早く中華を。お腹も限界です。早くメニューを。早く
メニューをメニューを早くください。お腹も限界です。お腹も限界です。うすうす気づいとって君は頭がおかしい子や。帰りなさい。早く早く中華を。帰ろう。和食和食と来てます。今僕は和食和食と来てます。次中華挟ましてください。和食和食中華。君は和食和食中華。帰ろう。和食和食中華挟ましてください。何を言うてる君。早くメニューを。お母さんメニューを。絶対出てきたら買うぞ。お母さん顔見してください。メニューを。怖い怖い。帰りなさい。和食和食中。それ何や。わーわー中。帰ってくれ。もうダメなんですか。ああ。みゆきさんは。あかん。中華は。あかん。わかりました。お父さん、ああうどん取ってください。いやもうええわって。どうもありがとうございました。自家製レフトさんですね、ダイヤのお二人、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は今飲食店のホールスタッフとしてバイトしているのですが、先月年末でお客さんが満員の夜にバチンと突然ブレーカーが落ち停電になるというハプニングが起きました、うん、極度のパニック状態に陥った私は明かりがつくまでのことをほとんど覚えていません、うん、ダイヤさんのお二人はアルバイトでパニックに陥ったことはありますかと。覚えてない。明かりがつくまでのこと。相当パニックしてたよ。そんなパニックなる。だいたいみんなおるやろ。バチンって音したやろ、うん、だいたい想像つくやつ。そうやな。シャーってなったんかな。まあ怖かったじゃあ、うん、へー。バイトでね。バイトね。パニック。パニックは、うん、そんなないかな。あでもまあ俺も昔何その喫茶店みたいなところでバイトした時、うんうんにカレーセットっていうのがあって、うん、そのちょっと慣れてきたぐらいやった俺、うん、カレーセットはカレーと、うん、あと言うたらもうエビフライとかの、うん、なんかフライが乗った大きい言うたら大きい皿が2つやね、うん、でそれがこの大きいお盆みたいのに乗って、うん、カレーセット、うん、でめっちゃ忙しい時にそのカレーセット俺慣れてきたから、片手で、うん、だから2個持つみたいな、片手で1個持って大きなお盆が、うん、でもう片手で1個持って、うんうん、でそれ運ぼうとして、うん、振り向いた瞬間に柱があった、うん、でそれでガガーンってこぼした、うん、で俺が慣れてきたぐらいやったから、うん、調子普通やったら1個ずつ行くねんけど、うん、調子乗って2つ持って、うん、ガシャーンってなった時は、うん、やろパニックなってん、うん、パニックなってか焦ってん、うん、けどそれをどうにか女の、うん1個上の先輩のバイトの人がおったから、うんうん、なんとか焦ってないように見せる、うんうん、それに必死やったね、うん、なんかそのめっちゃ焦ったけどもうみんな客もいっぱいおるし、うん、ガガーン言うてるし、どうしたカレーセットできたばっかりのカレーセット俺こぼしてるから、うん、でなんかしばらくなんかこう立ってるみたい。一番やったらなんかこう一番 やったらなんか焦ってるから心では、まあ、どうしよう、あとおしっこ漏らすだけほらすぐその1個上の女の先輩の人がすぐ拭きに来てくれ。大丈夫、全部任せきる。ずっと立ちつく。一番やったら童貞みたいな、泣きそうだな。 目だけ真っ赤になってて泣きそう、泣きそう、見ながら目パチパチ泣くでも焦るよ。焦るね、うん、なんか喫茶店でバイトしてもなんかあったもん。なんか注文がようわからんかった時、うん、なんてなんか独特の客がなんて言うたんかってこと、う、うん、なんて言ってんみたいな、分からんけど、うん、なんかそのまま言うてまうみたいなさ、あせねそう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 、なんかあったもん。でうな重とかさ、喫茶店でうな重、でそれでトマ重って言われて、トマトジュースをな、そうそうそう、あんでうな重って聞こえたってこと、そう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 でなんか厨房見てうな重、うな重ワンですとかさあれへんしな、喫茶店なんそれ、うん、あったりとか、それなんねん、あるな、ウインナーとか言われて、ウインナーコーヒー分からへんねん、なんの何知らんからな、ウインナーワンですでもそれでも通るんちゃう、通ってウインなんか呼び方ちゃうかって、ちゃんとなんかどっちとか言われて、うん、どっちシャウエッセンですとかウインナーコーヒーとか、 なんかウインナーなんかがもうあってん、あったんや、うんだから、うん、ウインナーワンですって言ったけど、どっちやってお客さん、どっちですか、コーヒーやー、
ウインナーコーヒーのどっちですかみたいな。いやもうどっちですかって、ウインナーどっちですか。もう分かってへんから。分からへん。もう何のこっちゃ分からへん。どっちですかしか。ウインナーコーヒーっていうそうもう、うん、映画浮かんでへんから、わけ分からんの頼んどるへんこいつ思って。なんせだからどっちやって言われてるから、そう。お前もう分かってへんからどっちやで、どっちですか。でコーヒーやーって言われて、はい、コーヒー出す。はい、出てきてこんなんあったやん。すごい美味しそうと思って。頭の中でもうそれしか思ってへんこれ。まあ、ウインナーやから分からへんから、ほんまに分からへんから、マジでウインナーとコーヒーでセットみたいな感じ想像して、ウインナーコーヒーすごい美味しそうな出てきた、生クリームみたいなのってる、そう生クリームたっぷりのってる、美味しそう。いやその当時あんまウインナーコーヒーとかなくなかった。でもさ喫茶店で行ったらさメニューとか見てたら大体あこんなんあるんやとかさ、うん、あるやん、分かるけど、なんか、うん、そんなあったで、なんかそんなレモン紅茶とかな、うん、頼む人とかおってさ、うん、なんか こんな押すやつに出て あれを出された時に、うん、知らんからさ、うん、何これどうしたらいいどうしたらいい、次の一つこのまま持っていったらいいかと思ってずっとお客さんのこうなんかちょっと遠くから見てた、どうやって飲むで、なんか押してはる、あなんか押すんか、それは俺これでさ分かってんジム入って言うてんか、入会してさ初めてな行ってんけど店員さんがいいんね時間的にな、ほんで行って、うん、張り切って、うん、操作全然分からへんね全部マシーンのな、あら恥ずかしいな、うん、どうやっていいか分からんからさ、ちょっとな人も少なかったんか、うん、ほんで一個でちょっと俺でもやって大体分かって、うん、ほんで、うん、器具一個腹筋のマシーンみたいなっていうな、うん、俺一生懸命バーやって、うん、ほんで違うマシーンやって女の人がやったんけど、うん、全然違う付き合い方して足入れてあかんとこに俺足入れてたし持ったらあかんとこ持ってたし、なんかもうそれでもう乾かなって、なんか俺それで帰ったもんね。いやでもついてもらわな分からへんしな。せやねん。教えてもらわな。そう。うん、で他のあれちょっと YouTube で調べてってん、うん、そこのジムの中あったから、うん、で大体使い方分かってんけど、その腹筋のやつだけ分からんかってん、うん、でもまあまあまあ大体想像通りやったらいけるもん、でも全然ちゃうかって思われてた、うん、あれ焦った、恥ずかしい。あれでもなんか1日だけぐらい、あれずっとつけたらやっぱりその分お金発生するやんか、なんかトレーナーさんみたいについてもらって、俺そんなんないと思う。いてはれへんの。いてるんやけど、なんかそんな教えてくれるぐらい前やと思う、使い方。あそうなんや。よし、俺も一回しきってか分からん。俺もなんか最初、俺も昔ジム行った時、最初はそんな自分のやつでやってた、ほならなんか知り合いのスタッフさんがいてて、でその人方はトレーナーさんみたいにつけてやってて、西田さんもやってもたやんね、あつけてよ、ああ、あれだっすとか言って、つけたらやっぱりお金かかるから、その分トレーナー料みたいな。一回その人がなんか来てやってくれた、これはこうですよ、メニュー全部言ってくれた。あ、その知り合いのスタッフさんについてある人だからサービスで優しいと思って、全部教えてもらった後にそのトレーナーさんが、一応帰りにあの受付のとこで何番って言ってもらったらそれでお金あれできますんでみたいな。あ、お金しっかりいるんやと。それはまあな、うん、それシステムやからな、ね、ほんで それからその人行くたびにいてはんねんけど、ああこうもうつこうとしはんねん、ああまあ売り上げにないやろな、そうそうそう、ああだから俺はもう、あ大丈夫ですって言われへんやん、なかなかな、ああ、ね、はっきり言いにくいね、分かる、それ言われへんと思う、知り合いのスタッフさんについてはたするからさ、だからちょっとちょっとなんかちょっとやってみます自分でみたいな、でも教えてもらったメニュー全部覚えてるから、そうやな、全部それをずっとやってた、うん、それええな、そうやな、俺も一回はそういうのやってみても、だ俺いや、やってくれるんちゃう、スタッフいる時間決まってんねん、24時間のところでさ、うん、で誰もいい日に時間に行ってもってな、1回目でなんかすっごい常連さんみたいな人ばっかりやねん、めっちゃ恥ずかしかったもん、お姉さんがすっごい、うん、そう使うんや、だから俺そっから行ってへんもん、分からへんしな、うん、そっから行ってんねん、恥ずかしいまあな、バカにされてんちゃうから変なとこに足突っ込んどったであいつあれ何の運動部だって、ほらほらってん、確かに何も聞かへんなんかしょってるだけだこれで聞いてんのかな、分からへんしな、重さ変えてみたらさ、うん、全然分からへんす重すぎて、ね、こんなに変えるもん確かに分からへんと思う、6回ぐらいして、6回ぐらいしてたでまた走ったほんまに分からへんな、初めてだから張り切って40分ぐらい走ってもまあね、まあね、いろいろやり方ありますから、はい、気をつけてください、ほんとね、もう一枚いきますか、
よろしくお願いします、まあまあまあ、いきなりなんですけどね、うん、ちょっと僕ね、ちょっと美容室ってちょっと苦手なんですよね。ほう、なんか緊張するっていうか、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。まあちょっとおしゃれな場所やからね。行ったことな美容室、まあ俺いつもおしゃれなとこ行ってるし、うん、まあ、カリスマ美容師っていう人に切ってもらってる。マジで、うん、どこ行ってんのお前。俺行ってんのはね、うん、高槻のね、ヘアサロン三好っていうとこやね。出さないそれ。出さない。出さないよ、ま、ちゃんと商店街の中に入ってる、ね、出さない。大丈夫。出さない。ちゃんとお肉屋さんの隣にあんねん。出さない。帰りよって帰れんねん。大丈夫。大丈夫。あ、ほんなら今日はカリスマ美容師はこんなんやって言おう。今日お前に教えたろ。マジで。お客さんとして来たらやん。次から行きやすい。なるほどな、うん、ウィン。早すぎるわ。刺されるかな思ったからお前。こちらどうぞ。お客様、当店の初めてでしょうか。初めてです、はい、そうですか。当店ですね、はい、お客様にリラックスしていただけるために、はいはいはい、最大限のサービスをさせていただいております。ありがとうございます。まずあのドリンクなんですけども、はいはい、冷たいお茶、ジュース、はい、あったかいコーヒーでございますけれども、じゃ あったかいコーヒーでお願いします。あったかいコーヒーで、はい、あ、じゃ あの外に自動販売機ありますんでね、もしよかったら買ってください。あ、自分で持ってきてもらえないですか。え、持ってきてもらえないんですか。私たちが、はい、え、私たち店側の人間がお客様にドリンクを出す、はいはい、そら傑作や。なめてんのかお前。そら傑作ですね。なめてんのかお前。そうやってないです。え、そうやってるとこないです。あるよ、たまにあるよ。すいません、頼ますよお前。今日はどういったヘアスタイルか。あ、ちょっとね、僕あんまヘアスタイルのことよくわかんないんですよね。でしょうね。ちょっと待て、おい、ま、でしょうね言うてる今お前。でしょうね言うてる今。かしこまりました。何をやねん。何を今かしこまったんやお前。いらっしゃいませ。来てるわもう。来てる。いらっしゃいませ。来てる。いらっしゃいませ。来てるよ。いらっしゃいませ。え、次回は月曜日。いらっしゃいませ。休みやん絶対。いやね、ちょっともう短めにしてください。お願いしますね。はいはいはい、失礼します。すいません。あ、佐藤君、佐藤君、ちょっとあのそこのお客さんやけど、もう全体的に短く切ってって、かっこいい、うん、体だけかんで、ちゃんと頭もちゃんと見てよ、かっこいい、2つのバランスをよく切ってって、かっこいい、うん、ほんでエアリーな感じしてね、かっこいい、うん、それでいって、はいはいはい、いやすごいすごい。そうですね、関係ないでしょ。え、翔子ちゃん、翔子ちゃん、そこのお客さんのカラーやねんけど、茶色入れて赤多めにして。赤多め、ごく多めね。そうそう、うん、お赤飯みたいして、うん、お赤飯みたいに色にして、赤多めにして、うん、で黒と白いよか、ごま塩、ごま塩入れて、いいでしょそれ。で赤茶入れて、赤茶、赤茶、うん、小豆入ってるよね。ちょっと待って、うん、お赤飯を作ろうとしてんの頭の上に。お赤飯みたいしてって言われてるから。色じゃなくて。で側はベージュの感じで、ね、入れ物、うん、木目入れてよ。木目忘れんといてよ。いやすごい注文ですね。あんたに何が分かるんですか、ね。お客様、最後なんですけども、資料の方どうさせていただきましょう。あ、つけてくださいよ。あ、じゃあワックムースになりますけども。ジェルないんですか。はい、ジェル、ジェル、ジェル、犬呼んでんじゃんな。ジェル、ジェルって犬飼ってるかお前。我慢ちゃうかな。あ、ジェル扱ってる。あ、そうな、はい、ワックスでよ。カードでよろしいですか。頼みますよ、はい、失礼します。はい、OK です。何してんねんお前。塊乗せただけやないかお前。赤いやつです、もうムースしか残ってないですよ。ムースでええよほんまに。おいおい、おい、はい、オッケー。だからどうなってんねんこれお前。どんだけ硬いの。もうええわ、もう行くわ。自然薯入ってますから。入れてわ、粘りがすごいんです。もうええ、帰ろうほんまに。もうじゃあ今から亀の毛の方を切らせていただきます。痛い肩がいて、もうええわ。やらした。ミュージックライドオン。学生時代。もう何よ、古い、古いね。お前は古いね。毎日のように俺の家に遊びに来てた。古いね、お前の話が。毎日俺のおかんがご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。これなんでや。小さい。うちのおかんにごちそうさんまとめて一回言ってこらい。俺は確かにお前ん家に行っていた。でご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。お母さんの得意料理や。めちゃくちゃ大きい。お母さんの得意料理や。大きな卵焼き。デコレーションケーキぐらいの卵焼き。どうやって作んねん。あれで、あれどうやって作んねん。あれで育ったんや。それとお前、俺の親父が死んだ時、死んだな。お通夜に来た時、来たけど何で葬式行こうかった。おがもう一緒に拝もう。葬式は、葬式は。合唱ミュージックライドオン。
西澤お願いや、今日この場借りて一緒にお母さんにごちそうさん言おう、そして親父に一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイヤになると思うな。なるか、絶対に手合、お前、俺はお通夜にも行っている、その時ちゃんと手を合わしている。いやいや、な、小窓から顔、お顔も見た。ああ、すごいすごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるから。すごい怖かった。すごい怖かった。人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。それは、でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。西沢、なんでそれお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。ごちそうさんよ。そしてお前のお母さん、あんな大きい、あんな大きい、こんな大きい卵焼きに、あのクレーさんに言おう、ケーキ、ごちそうさま、お母さんごちそうさまでした。お母さんごちそうさまでした。すごい大きい卵焼きに、どうやって作ってるんですか。俺はあれで育ったんや。ニワトリ買うてんのか、お前は。ニワトリ買うて卵を持ってる。俺はあれで育ったんや。こんな大きい卵焼き。言わないね。言わせてないよ、まだ。なんでごちそうさまで。卵焼きとそのね、死んだか死に顔をバカにしてんだぞ。お父さんの死に顔をバカにして。どうよ。お前の目標まだ達成できてないぞ。いけ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 。ミュージックライドオン。西澤、聞こえてるか。簡単な言葉、ごちそうさん。ごちそうさんせ。ごちそうさんせ。ごちそうさんせ。すごい大きな卵焼きに、俺はびっくりした。あんな大きな卵焼き、お母さんお母さんお母さん、お母さん、お母さん、ワンホールぐらいのケーキ、卵焼き、あんた二度とやめてください。あの卵焼き二度とやめてください。卵焼きと白いご飯で戦時中華。今日はごちそうさんを言うな。普通のやったら言うけど、あんな大きな黄色い真っ黄色の卵焼き。オッケー、やばい、頭いて、あらいた、頭いて。卵焼きの話、あれもごちそうさま言えない。あれもびっくりして引きました。あれで育ったんす。オッケーオッケー、じゃあ拝んでもらおう、拝んでもらおう、切り替えよう、拝む方行こう、拝む方行こう。ミュージック、ね、ライドオン。ごちそうさんは諦めた。拝もう、一緒に拝もう。西澤、簡単なことや、声に出さんで拝もう。見て、こうするの。拝もう、拝もう。まずお通夜には俺はしっかりと言っている。そしてお前、小窓からお前の親父の顔も。すごい顔色してた。そりゃ死にてるからや。なんであんな、あんな友達に見せんな。あんな、お前が止めに入れ、お前が止めに入れ、いいよ、お前西澤見んでええよって。あんな人の親父のあんな顔を見せるな。なあ、おがもう一番怖かった。もう勝ちや、オッケー。拝まないね、なかなか。本当に拝んでるっていうのがあるんだよね、だからね。はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたし、これで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みます。なるほど。ただしっかりとあの時済ませまして、だそこも許してあげようよ。もういや、お葬式の日来てないし拝んでないんです。なんで2日間も行かなかんねん。まあまあ、そういうもんやん。日本ってそういうもんやん。もうちょっと時間もない、ね、だからどっちよ、どっち、本当にやってもらいたいの、うん、ごちそうさまでした。これだけ、ゴイ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 。ミュージックライドオン。頼む西さんは、もう本当に簡単なことや。ごちそうさん言おう。お母さん今から言うからね。ごちそうさん。
あんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に雑なんてどうかしてる。お前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろ。あんな大きな卵焼き威嚇してたんですか。見てよ、うちの息子を威嚇してたんですか。あんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達に。その友達が今息子のネタを全部書いている。説明しようのない変なおかず。オーケー、すいません、変なおかずなんですよ。威嚇してたの。威嚇してたの。あんなでかすぎて、こんな大きな卵でかすぎて威嚇したわけね、まあ、パーティーグッズかなと。でもなんかいいものは見させてもらったよ。そうですね、うん、だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たいちぎれますよ。ごちそうさん、ごちそうさん、俺一生分言いましたよ、もうごちそうさんと。ミュージックライドオン。学生時代もう古いね。お前は古いね。毎日のように俺の家に遊びに来てた。古いね、お前の話が。毎日俺のおかんがご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。これなんでや。小さい。うちのおかんにごちそうさんまとめて一回言ってこらい。俺は確かにお前ん家に行っていた。んでご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。あれどうやって作んねん。めちゃくちゃ大きい。デコレーション、デコレーションケーキぐらいの卵焼き。どうやって作んねん。あれね、あれどうやって食うねん。なあ、一緒に言おう。一緒に言おう。すごい、こんな大きい卵焼き。あれで育ったんや。それと、お前、俺の親父が死んだ時。死んだな。お通夜に来た時、来たけど。なんで葬式こうかった。おがもう一緒におがもう。葬式は、葬式は。おがもう。いきましょう。ミュージックライドオン。西澤、お願いや。今日このばかりて一緒にお母さんにごちそうさん言おう。そして親父に。一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイヤになると思うな。なるか。絶対に手合わ、お前、俺はお通夜にも行っている。その時ちゃんと手を合わしている。いやいや。な、小窓から顔、お顔も見た。ああ。すごい、すごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるからよ。すごい怖かった。すごい怖かった。人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。西澤、なんでそんなお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。ごちそうさんよ。そしてあんまりお前があんな大きい、あんな大きい、こんな大きい卵焼きに、あのクレーさんに言おう。ケーキ、ごちそうさま。お母さんごちそうさまでした。知りました。お母さんごちそうさまでした。すごい大きい卵焼き、どうやって作ってるんですか。俺はあれで育ったんや。鶏買うてんのか、お前は。鶏買うて卵買ってんのか。俺はあれで育ったんや。こんな大きい卵焼き言わないね。言わせてないよ、まだ。なんでごちそうさまや。卵焼きとそのねえ、死んだか、死に顔をバカにしてんだぞ。お父さんの死に顔をバカにして。どうよ。お前の目標まだ達成できないぞ。いけ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 。ミュージックライドオン。西澤、聞こえてるか。簡単な言葉、ごちそうさん、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ。すごい大きな卵焼きに俺はびっくりした。あんな大きな卵焼きが、お母さん、お母さん、ごちそうさん。ワンホールぐらいのケーキ、卵焼き、あんた二度とやめてください。あの卵焼き二度とやめてください。
タバコ焼きと忘れちゃい忘れちゃい白いご飯ガッツタバコ焼きと白いご飯で戦時中華今日はごちそうさんを言うの普通のやったら言うけどあんな大きなごちそうさんを言うのタバコ焼きオッケーやばい頭痛え腹痛っ頭痛いその卵焼きの話あれもうごちそうさま言えないあれもうびっくりして引きましたあれで育ったんすオッケーオッケーじゃあ拝んでもらおう拝んでもらおう切り替えよ拝む拝む方行こう拝む方行こうミュージックライドオンごちそうさま諦めた拝も一緒に拝もう一様簡単なことや小仁田さんで拝もう見てこうするの拝もう拝もうまずお通夜には俺はしっかりと言っているそしてお前小窓からお前の親父の顔もすごい顔色してたそりゃ過ぎてるからなんであんなあんなを友達に見せんなあんなお前が止めに入れお前が止めに入れいいよお前西澤見んでええよってあんな人の親父のあんな顔を見せるななあ一番怖かったもう勝つよオッケーもうあああ拝まないねなかなか本当に、ね、拝んでるっていうのがあるんだよねだからね、はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたしこれで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みますなるほどただしっかりとあの時済ませましてそこも許してあげようよもういやお葬式の日来てないし拝んでないんですなんで2日間も行かなかんねんまあまあそういうもんやん日本ってそういうもんやんもうちょっと時間もない、ね、だからどっちよどっちあの本当にやってもらいたいのごちそうさまでごちそうさまでこれだけいこう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 ミュージックライドオン頼む西さまもう本当に簡単なことやごちそうさんよお母さん今から言うからねごちそうさまあんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に雑なんてどうかしてるお前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろあんな大きな卵焼き何威嚇してたんですか見てよその友達の息子を威嚇してたんですかあんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達にその友達が今息子のネタを全部書いている説明しようのない変なおかずオッケー全然変なおかずなんです威嚇してたの威嚇してたのでかすぎてこんな大きな卵でかすぎて威嚇したわけね、まあ、パーティーグッズかなとでもなんかいいものは見させてもらったよそうですね、うん、だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たいちぎれますよごちそうさんごちそうさん俺一生分言いましたよもうごちそうさんとお前さ、はいはいまあ、中学からの付き合いでずっと知ってるけど、うん、あとなんかお前そのファッションセンスもすごいダサくてあの前一個だけ気になったの言わせてもらっていい、うん、すごい昔あのチビティが流行った時、うん、お前なんか体の血がうっ血するぐらいのチビティ着てたやろあれはめちゃくちゃダサかったからあれはやめるべきやな、うん、じゃあ言わせてくれ西澤お前もう何歳まで刈り上げで続けるつもりや一時ひどかった時はこれぐらいまで刈り上げしてる時やったよな俺怖かってんお前が散髪行くたびにもうここまで刈り上げてくるんだ神様にお祈りしてたでもお前はここまで刈り上げてきてきたあれは俺に対するパワハラやよ お前は、うん、俺は違うここまで刈り上げてんじゃない、うんここを残してるだけやだからその発想が逆なんやあとお前は、うん、お前は大体高校に落ちているそれは今関係ないこいつは家庭教師を雇ってもらっていたのに高校に落ちています、はい、高校に落ちた一番の親不孝ですでも考えてくれこれは一番の親不孝はいそれまでにお前はいつも毎日俺の家に来てたほんで毎日俺のお母のご飯を食べていたでもお前は聞いてない俺はまだ聞いてないそう
言わしてもらうけど、あれは俺は一回も作ってくれてお願いしたことはない。お前のおかんが勝手に持ってきて、それに息子の友達にお前が出してき、お前のおかんが出してきたご飯、こんな大きな卵焼き真っ黄色の初めて見たデコレーションケーキ、こんな大きな卵焼き、あんな友達に出すなよ。息子の友達にびっくりした。いつも俺の誕生日、帰れってことですか。兄貴の誕生日、あれは帰れってことですか。大事な誕生日、あれは帰れってことですか。帰ってくれた、あれは友達の真っ黄色のこんな大きな卵焼き、それをお前に要素を食べさせた。デコレーションケーキみたいな、初めて見ました。あんな細くて短い、あれは甘エビフライは、あれは甘エビを揚げている。甘エビなんか揚げてない。あれはお前のおかんは甘エビを揚げている。甘エビなんか揚げてない。こんな短い、こんな短い、お母さんはこんな短いエビフライ、僕の誕生日、こんな大きな卵焼き、真ん中のお兄ちゃん、上のお兄ちゃん、お母さんの誕生日、目がおかしくなりました。なりました。大事な卵焼きだったんですね。卵焼き、何ですか毎回出てくるこんなでっかい卵焼きは。こんな、何ですか、どうやって焼いてるんですか。こんな大きな卵焼き、でも新しいの出てきたね、甘い、うん、こんな小さいエビフライ、そんなエビフライ、すごい短いエビフライ、甘エビを揚げています。ミュージックライド、ゆうすけ、あとおかんは、あと何や、あとおかん、お前のおかんは昔から知ってるけど、最近久々に見た、昔は恰幅良くてすごい可愛らしいおかんやったけど、えらい痩せてはって、体全身が逆三角形みたいになってて、足があんな細なって、あんな上はごついのにあんな足が細なって、大丈夫か、あんな足が細なってた。おかんは毎朝5時に宅急便でまだバイトしてる。毎日働いて、そりゃ痩せる、70超えて、もうやめさせてあげろ、やめさせてあげて、ほんで、やめさせてあげろ、ほんで、もう、いっぱいの卵焼きを作らしてあげろ。こんな大きな、作りたい、食べたい、あんな大きな卵焼き、今度行こう、そしてよしの、親父の、それは、お前の親父には何も言うことはない。俺の親父、まず俺の親父に手合わせてくれ。それは知りません。お前の親父は、まずは、お前の親父は、お前の親父には何も言うことはない。お前の親父には何も言うことはない。俺はちゃんと言った。通夜にだけ来て、お通夜に行った。そう、通夜に行っただけやろ。葬式は散髪を予約してたんやろ。はーい。はーい。ミュージックライダー。いける。一回でいい。親父に。手を合わせてくれ。親父に、俺はお通夜にもちゃんと言った。ごちそうさん言ってくれ。どっちが先でもいい。俺はお通夜にもちゃんと言った。そしてお通夜で、あの棺の小窓から顔も見た。あんな怖いのお友達に見せるな。昔知ってるお父さんがあんな真っ白なってる。それは死んだからや。なんであんなに真っ白やったんや。死んだからや。死んだら死なるし、二度と肩なるよ。鼻に白いの入ってた。なんで鼻に白いの入ってた。なんか出るからよ。白い綿が入ってた。お前は頼む、お前言うとく、お前の親父に言うことは何もないや。もう俺は十分に言ってるし、お母が謝りに来い、俺にあんな大きな卵焼きを出すごめんと。びっくりして、あんな、お母は近所の人に言われてる、あんたの相方さんはごちそうさんも言わんのかって。変わってますね。よっぽど痛かったんだね、これがね。やっぱこれだけは引っかかってるんだ ね。何回やってもやっぱ。ごちそうさま言ってないっていうのはやっぱ。お母さんあんま気にしてないんですか。お母さんは
バイト先で近所の人に、あんたの相方さんはごちそうさん言わへんかった、あれほんまかと、 YouTube であれいっぱい流れてますよって言ってた。すごい再生回数いってたらしい。怖かった、あんな大きな卵焼きとあんな短いエビフライ。ミュージックライド、すがちゃんは、俺は視覚が目がおかしくなっちゃうかと思った。甘エビをあげていたお前のおかんは、こいつのおかんは甘エビをあげて、それをぶっこる友達にエビフライがと言って浮かしていた。それをおかんは一生懸命あげたの。あんなもんをエビフライと言って出していた。エビフライと言って出して、お前のエビフライ。簡単な言葉、魔法の言葉、ごちそうさん。それは無理や。それでは俺は言う、余裕は、あんな怖いのは、俺は怖い思い出やと思って、あれは入ってる。二度と嫌や、あれは。お前のおかんが俺に謝りに来い。お前のおかんが俺に謝らせ。あんな、あんな大きな、あんな大きな、たまごやきと、すごい短いエビフライ。3.5センチでした。殻も入れて、すごい短い。パクパク食べた。びっくりした。いや、すごかったね。天ぷらにせ。ああ、もうちょっともうダメだこれ。いや、すごかった。ごちそうさんだけは言ってほしいんですよ。今日もう完結無理やり出してこられたんで、それはなんかもう僕もバカにされてるのかなと。昔のことじゃない、この話って、ね、もうお互い許し合えないの、ここは。ごちそうさんだけは言ってほしいんですよ。いやいや、それはなんか、いや、無理やり出してこられたんで、それはなんかもう僕もバカにされてんのかなと思って、 あんな、もう身が糸ぐらいやったんですよ。それは糸上げてんのかなと思ったんですけど、糸を上げてる、パクパク食べてたや、糸上げてたな、あれはお前のおかんは。糸上げで、こんな大きな卵焼き。いや、溜まってることなんかないでしょ、ねえ、やばいほどありますよ。あ、そう、ない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 。マサさん、西田君の分かるよ、はい、あなたにはないでしょ。ありますよ。ないよ、イエスマン、イエスマンじゃない。何がイエスマンなんすか。ノーマンですよ。ノーマン、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 ノーマンじゃないってこと。今のとかも溜まってます。また溜まっちゃった、はい、もうほんまにもう倒しますよ、倒しに来ました。主導権僕が握るために来ましたもん今回。おお、まあ、仲良くなるためだからね、目標は。はい、そうです、最終的にはね、潰すためじゃないよ、最終的に。主導権握る、そうなって、そうなって、最終的には仲良くなるんですよ。趣旨も分かってないです、これ。主導権握るためって言いましたよ。じゃあ津田君の方行くわけね。どっちから行く。どっちから。いや、だからあるんですよ、なんか溜まってるから。俺から行かせろみたいな、俺から行かせろってなればいいんだ。俺から行っとりますよ。いやいや、勢いはあんだけどさ、一回安い、一回ゆっくりしましたよ、なんかね。先行者津田さんで、オッケー、ここ西田さんで、はい。それではミュージックライドオン。はい、西田は今日は言わせてもらうよ。まずはタクシーの乗り方。二人でいつも乗るとき、お前は助手席の後ろに絶対乗ってる。いつもその場所から動かへん。俺が先乗るときはそら奥行くよ、そらわかる。でもお前が先乗ってるとき、なんで動かへんの。ちょっとぐらい奥詰めといてくれたらええやん。いつも俺こう回ってこっちから、こっちは自動で開かへんやん。ほんでこっち車ビュンビュン通るやん、危ないやん。やん。おまず緊張してんのか。あら、お前はいつも言うな。緊張すな。なあ、あんた、ね、女言わしてもらって、お前は私服がダサすぎる。なんか一回チビティ流行った時、お前体の血止まりそうなぐらい小さいチビティ着とったやろ。流行ってたから顔紫色にして大阪のナンバー歩いとったやろ。やめろ、めちゃくちゃダサかって。流行ったか。オッケー。はい、終わりです。もうすっきりしたらこれで、うん、いやいや、まだまだいっぱいありますもん。じゃあ行こうか。じゃあ行っちゃいましょう。ミュージックライドオン。おい、西澤。なんや。楽屋変や。テーマ行った。楽屋の弁当、お前いつも食ってるけど、なんであんなにコリコリ言うねん。何食ってもコリコリ。俺も一生の弁当見てる。コ
リコリになるもの何も入ってない。はい。いや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 終わりか。それお前なんかたまに言うけど全然もうピンとけえへんねん。意味わからん。二度と言うなそれ。コリコリ意味わからんから。コリコリ言ってる。お前もあるぞ。お前はお前はまず何もしてない。してる。ネタも 500% 俺が書いている。そやのにお前は楽屋で大きい方のソファーに座っている。早く来たから。あれお前絶対やめろ。お前が大きい方のソファーに座ることは1ミリもない。お前は誰よりも疲れてない。お前はその楽屋の中で一番小さい一番硬い椅子に座れ。かっこいい。かっこいい。決まったね最後。いや叩き荒れか。ダメが叩き荒れか。計算しとんねん。計算しとんねん。ちゃんと計算でやってんでしょそれも。いいどうだった。もう西澤さんめちゃくちゃかっこよくて最後決まってましたね。はい、ありがとうございます。もうないんでしょ。もうないでしょ。もうないでしょ。ありますわい。なんか溜まってたって言われにはなんかそんな乗り物じゃない話だからちょっとした話じゃないですか。いやいやまだまだいっぱいありますよ。あそう行ったらねえかい。いや声量と内容が伴ってないんだよ。行きましょう。ミュージックライドオン。どうや西澤、今年40過ぎて初めて東京進出。でもどうやお前はブクブク太って、しかも最近すっごいハゲてきてる。ちょっと前まで大丈夫やったな思った。でも最近お前の背中越し見た時ここすっごいハゲてる。そんなすっごいハゲてるやつはあかんと。なんとかしてくれ。早急になんとかしてこい。何の内容もね。今食べてるっていうだけでしょ。今早急にクリニックに通っている。半年待て。半年後や。半年後は真っ黒になってる。お前な、ほんならお前はいつも入り時間いつもお前は早く来すぎてんねん。めちゃくちゃ入りが早い。そんなな、入り通りに来い。お前が早く来ることで俺が入り通りに入ってんのに俺がなんか遅れてるみたいなんだ。なあ、ほんでお前はめちゃくちゃ早く入って本番大滑りして帰るときあるやん。あれはあれはあれは何や。早く入ったやったらせめて受けろ。早く入って大滑りしているお前は。そんなことない。お前は何その間何してるんや。ただただ緊張してるんか。そんなことない。こいつは早く入って大滑りをしている。いいね。いいよいいよ。どんどん行ってもいい。こいつは大滑りしている。いいよ。すぐ来る。5分遅く来る。ここに落ちていますこいつは。こいつは遅れてくるときさっきと思ったのか。ラップだからよ。ここはびっくりしちゃいます。手出しちゃダメよ。熱くなってきた。ちょっと2回も咲きましたね。やっと火がついてきたね。カチンときた。そのカチンときました。早く来ることを指摘されたから。そうです、こいつもこいつはちょっとだけ遅れてくるんです。それなのに なんで俺だけ遅れてくるんだ。無駄に早いんすよ。現場に早く入って本番一言も喋らずに帰ったりする。そんなことない。何のために早入っとんねん。行こう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 。何のために早入っとんねんクソが。お前はいつもネタ書いてるネタ書いてるって言うんだけど、どうですかどうですか。ここ最近そんなにネタ書いてますか。死んでた年間 2,3 本やないですか。そんな全部書いてる。おかしいってないですか。実際 2,3 本書いてる。お前何もしていない。お前は俺の全部書いたやつをそのまま言っている。大半もツッコミのとことかも書いている。お前はツッコミすらツッコミすらオリジナルのがない。お前はラップじゃねえじゃん。ダメよダメよ。クイズこれはちょっと二人がおかしくなってきたね。ちょっと今ゲハクソで水分取れてじゃあ一回ちょっと休憩しよう。ああちょっと一回クールで。いいですよ。水飲むなりね、ちょっと休んでくださいよ。あらす。水飲んでもお前調子一緒やろ。頑張るわ。ちゃんと水飲んだ。めっちゃ飲むじゃないですか。めっちゃ飲むじゃないですか。あ、やばい。相当だ。ミュージックライドオン。おい西澤、何お前もう40も過ぎていつまで独身やっていくつもりや。女とかもらんのか持たへんのか。
もうマジでなくなってるやん。お前なんかさっき俺ネタ全然書いてへんとか言ったけど、今まで18年間全部俺がずっとネタ書いてきてる。ああ一回俺は単独ライブの2日前に入院、体調壊して入院したこともある。その時も俺は40度以上熱があるのに病室でネタを書き上げた。でもお前はその時何してたかっていうと、お前は風俗に行っていた。あら、これは最悪やなあ。ほんで本番、あれ本番めちゃくちゃ噛んでめちゃくちゃ飛ばしてなあ、お前はお前を死ね。言い過ぎたよ。お前は今すぐ死ね。死んだら困るやつ。困らへん。困らへん。死ね。オッケー。死ね。もう完全になくなってました。そう、ないよね、完全に。ゆめさんどうですかこれ。そうですね、もう完全にただの心配で、ねえ、ディスる感じではないよね、うん、全くないし、西澤さんに言われた時はもう何も言えなくなっちゃってましたね。普通の心配でしょ。そう、ね、普通40過ぎて。いや、ディスってるんですよ。いや、ディスる感じではなかったけどね。さっきいいとこまで行ってたからさ、okay. クールダウンしてさ、本当にクールダウンしちゃったよ。オッケーオッケーオッケー、とかなくちゃいけない。持った上での上げていってほしい。最初からね。最初からになっちゃうから。オッケー、あるのね。あります。ありますのね。あります。違う違う、そうじゃない。どうもありがとうございました。本日は鈴木雅之のディナーショーにようこそ。曲は最後なんですけども、ここでプレゼントコーナーに参りたいと思います。皆さんお手持ちの判券をご用意ください。じゃあ今からですね、弾きますので、番号を呼ばれた方は壇上に上がってきてくださいね。じゃあ行きますよ。ドン。F レッツの33番の方、壇上にお上がりください。どうぞどうぞどうぞ。すごいの来た、すごいの来た。これ見てたの？これ見てたの？これあ、今何されてるんですか？ディナーショー、ディナーショー、ディナーショー、 すごい格好。33で追ってます。追ってる。え、はい、あ、頭、え、何それ頭。え、なんでそんなつけてんの？ちょっと今あの、うん、あの渦政の空き時間。渦政の空き時間、役者さんなんや。そうなんですよ。ちょっと87時間空いてて。87時間。めっかいぞ。空き時間、空きです。え、家帰ったら？いやでもまた87時間後に始まるから。はい、また行かんとダメやから。ずら取ったらええやん。でもまた始まるんで、一回取ってしまうとすごい雰囲気変わるんですよ。そんな変わるの？すごいな、はい、すごい空いてるから。さ、これ今何してあるんですか？ディナーショー。3万やで今日の。あ、そうなの。服でかっ。めちゃくちゃ服でかいね、上の服でかっ。あ、ほんまですか、うん、これ、どう、XS なんすか？ XS？ XS？ すっごい。33、F の33。当たってる。な、何持ってんのこれ？あ、これなんかね、うん、あの、マクドナルドっていう新しいパン屋さんができてた。いや、パン屋さん違うよ。で、パン屋さん違う。そこさっき8時間おったんすけど。8時間もおった、はい、すごい。はい、87時間空いてるから。な、何買ったん？あ、これ、うん、これ、何これ、あの、んん、フィレオフィレフィッシュフィレオっていう、なんか、うん、魚のやつなんですけど、はい、これ見つかったんですよ。3つ、はい、変な取り方するね。お魚取れって言われてるから。変な取り方してる。そういう取り方せえへんで、お魚あんまり。はぁ、これ今何されてるんですか？ディナーショー、ディナーショー。お名前は？あ、あの、岸大輔っていう。岸大輔、はい、ごめんなさい、勉強不足ですいません。いえいえ、すいません、全然知らない、はい、今ちょっと撮影中で。撮影中、はい、何撮ってあるんですか？今撮ってるやつですか、はい、今撮ってるのは、うん、岸大輔の J リーガーデカっていうやつですけど。岸大輔ってつくの？はい、J リーガーデカ。え、なんでそんな面かって。あ、 J リーガーが普段 J リーガーなんですけど、うん、あの刑事で。え、わけわからん。
事件解決するってやつですけど、すごいよね、すごいとってもですね、はい、記事大好きって作るよね。今ちょっと並行忙しくて、あ、そうなの、並行してもう一個別の撮って、もう一個撮って、はい、何撮ってるんですか。あの岸大輔の夏っていうやつ。シンプルですね。そうですね、岸、はい、岸大輔の夏、どんな内容なんですか。それ小さい男の子と不器用な岸 が、うん、が交流することで、うん、なんかひと夏の思い出の感動作みたいな、菊次郎の夏みたいね。すごくパクってるね。今すごい忙しいんですよ。すごいね、はい、もう次回作も決まってますし、すごい忙しい。何撮、はい、るんですか次回は、岸大輔の女忍者毎日感電車ってやつですか。AV？ 違う、セクシー系です。お、え、事務所のなんかあれでちょっとそっち系もやれって。お、女、女、え、女忍者毎日感電車、もう気持ち悪い。すごい変なの。あ、こ、33万間違いないんで、あのちょっとプレゼントね。これで 何されてるピナーソー。そんな知らん。ちょっとね、あのプレゼント取ってきますね。あ、ちょっとね、せんね、せんね。始まりました、はい、1月26日、もう1月も終わりですよ、ねね、最後の放送っていうことです ね1月だから大寒波でね、うん、ほんまですね、もう雪で、うん、もうニュースとか見てたら車がもう動かへんみたいな、大変やね、あれね、ほんまに。あれさ、ほんでなんか昨日の夜からこの状態ですみたいな、うん、でもう言うたら街の人がな、なんか差し入れしてみたいな、うん、そう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 、あれどうしてんのかなと思うよね。だってあの状態で止まってまんやから、だからもう どういう状態なの分からないもんな。先頭が止まってもうて、そうそうそう、動かへんなってもうた。そうで24時間とかやろ。そうそうそう、怖いな。あれ俺下手したら死んでまうしな。ほんそうそう、たまにあるやん、ああいうの大雪になったら、うん、毎年なあるやん、うん、であれ見るたびにこどうしてはるんやろみたいな。その食べ物とかは例えば近所の人が、いやそれもたまたまその場所やん、まあまあまあやと思うけどな。他の人はお腹すかして、そうそう、あれなんか言うたらずっとエンジンかけて、そうやろな、そこでずっと段取ってやろな。夜中10もってこと、ね、朝まで、そう、24時間とか言うてる人いる。大変よね、動かへんやもんな。だってなんか中にはあれ車の人じゃないか、なんか近くの例えば体育館に避難してますみたいなとか、うん、なあ怖いな。あれが不思議やな、すごいよね、うん、あんなんなったらほんま最悪よね。まあなあ、これどうしようもないもんな。だって、うん、その雪なんやろ、その完全にもう雪で動かへん、うん、すごいね。あれはほんま大寒波やったね、うん、大変、うん、今日も寒かったしね。今日も寒かった。まあでもまあこの何日かに比べたらそうそうそう、マシやけどね。ほんで、うん、来週ぐらいむっちゃ暖かくなるやろ。なんかわけわからんやろ、15度ぐらいで立ったよね。10 うん、どの温度が正解なのかもう分からへんよ。分からへんな、怖いね本当に、うん、なんかほんで雪がないだけマシよね。でもいや、まあ、大阪は、うん、これで雪とかやってみ、大変やもん、普通に多分仕事成り立てへんと思うわ。せや、動かれへんしな、動かれへんし。じゃあおかんから写メ送ってきて、家の玄関、うんうんうん、送ってきた。俺姉ちゃんから連絡来た、すっごかったもん。ああそう、屋根からの雪も落ちて、うん、もう車の滝よりも雪積もってて、ほんでおかん、ね、なんか働いとるからさ、うん、パート行っとるからなんか行かれへん言うて。いや、ま、どうやって行った。いや歩いて50分かけて行って江戸時代それ、おかん休めよそれね、怒られるんか思ってさ、こんな雪やったらな。70円だおかん年齢で怒んねん歩いて50分はもうすごいやん。すごいおばあちゃんがさ、雪道50分そんなに人で足りてへんのかい。ほんまや、その日ぐらい休んだよ。いやでも怒られへんやろ。その日なんかあれだし、なんか他に病気の人が休みに行ったから行かなかったって。ああ、なるほどな。人足りへんから。50分かけてやる。で、俺の今の実家から、まあ言うて分からへんと思うけどさ、うん、お前んちの実家の方ぐらいまで歩いて行ってるわけよ。ああ、まっ、あ、せやな。それ50分ぐらいかかるやん、あんな雪道やったら。そうそうそう。50分かけて朝の5時くらいにってさで3時間働いて帰ってきて時間がもう時給たってへんいやでもで雪かきする人見えへんからさ、うん、賢者も仕事やってるから、ね、うん、結局なんか何でもやみたいに頼んで、うん、家の前に雪かきしてもらって、で写真撮って、うん、送ってきた、やってもらってる言って、
いやほんまに金払えって言うんかなって恐ろしかったけどね、まあなまあまあ、いやでもいや大変やで、大変やわ、あんなもんほんま雪がないだけほんま、そまあそれが一番助かってんねんけど、だから今聞いてる人の中でもすっごい雪いやほんま積もってる中で聞いてる方もね、ほんまほんまいると思いますよ、それなんか寒い、いくら寒かってもまあ我慢はできるし、うん、別に仕事も行けるけど、まあなあんだけやっぱ雪積もったら、うん、なんか怖いな、大変で、なんかマンホールのとこだけ雪積もらへんらしいやんか、なんかあったかいってこと、そうそう道があって、だからゴボーへこんでんねんそこだけ、あでそれでなんか逆に危ないみたいな、そうはまってバンパーがバーン外れたりとかするらしい、段差できて、そうそうそう、だからそういうのもあるしさ、怖いな、怖いでほんまに、ほんでなんか怖いカチカチになってくるやん、アイスバーン、雪ってアイスバーン、その雪積もってもうこっからがしんどいね、そうそうそう、ほんでなんか例えばまあ今日はあれやからまた明日雪かきしようみたいなやったら、うん、もうなんかあ雪が固くなる、雪が固くなるやん、なるなる、上乗れるぐらいの、上乗れるのって、うん、ちょっと足がズボってなるぐらい、ああ嫌だな、そうほんあんな状態になったらもう雪かきもできへんしね、できへんできへんできへんね、いや俺あのニュース見た時ほんまこうなったもん、ゾッとするな、うん、車の外からなんか、はあ、インタビュー記者みたいな人がインタビューしてて、はあ、車の中でなんか男の人がこうやってね、トラックの運転手さんとかさ、はあ、あもうそ昨日の夜の7時からこの状態ですわみたいな、ま、大変どうしてんのって、ま、この辺ボーンなってなんか寝癖みたいなそのトラックの人、いやその寝てはったやろな多分、うん、寝心地も悪いで、悪いであんなほんまに何あの何やったっけ、あの何とか症候群みたいなさ、膝のエコノミー症候群みたいなのあると思うで、ほんまにな、あんな状態、いやトラックやからな、うん、まだなんかそういうなんか後ろさちょっと寝れるみたいな、寝れるスペースあったりとかするやんか、うん、俺みたいな軽自動車の男の人でいためっちゃ乾いてたもん、うん、なんかまあ寒いやろし、そうそうそう、でまあ怖いやん、怖いね、恐怖心やと思う、ほんでよく聞くやん、うん、このマフラーよりさ雪積もったらさ、その煙が中入ってきて一酸化炭素みたいな、だからそれも寝るに寝れへんと思うねん、すぐ積もるからさ、うん、でもしょっちゅう外出てさ、そうやね、トラックやったら高いしさ、そうやな、あるかもしれんけども怖いで、うん、ほんまに、でなあその例えばそうやって例えば近くに小学校かなんかあって避難できるとかやったら車置いてさ、うん、例えば体育館とか行ったらええけど、うん、何もないところとかもあるやん、うん、泣きそうになると思う、ね、うん、避難もできへんパニックやでもいやあれはほんま俺見ててゾッとした、ご苦労様やな、ほんまに怖いな思って、うん、何恐怖心がやっぱすごいと思う、どんどん雪積もってきて、近所の人はもう偉いよね、包まれるんちゃうかなと思うじゃん、いやそう思うと思うで、朝起きたらな全部車、うん、いやそれそうやったらもうほんまに死んでまうから な、ほんまに怖いやと思うわ、近所の人も偉いやん、おにぎりくさいってさ、そうそう、どうぞ、豚汁とめっちゃ嬉しいんじゃん、嬉しいよ、俺泣いてまう思うで、ほんまにまぜ号泣すると思ううわほんまにありがとうございます、いやほんまそういうな、体も冷え切ってる、絶対嬉しいに帰ってくるんだ言って言う気持ちになると思うで、いやそりゃそうやろ、あんな経験したらほんまにすごいな、ええ人もおるで、できるぞって、自分家の前でさ、うん、な雪で立ち往生してる車の人がおるとするやんか、うん、お前おにぎりこさえてさ、俺多分やれへんで、なんかちらっと窓から見てまだ行ってはる、いやイラついてるまだおるで、まだおるで言うて誰かにいやそう、でもまあ俺もそうか、うん、見て、うん、偉いね、おにお前な優しい、豚汁作ってな、豚汁です言うて、うん、嬉しいね、あんなもんできへん、なかなかほんまに、いや素晴らしいな思った、俺人間っていうのは本当に、いつ動くんやろな、そうやねんな、なんかそのさ理由がさ、なんかね除雪車が、うん、来てへんみたいなとか、うん、なんか来るのが遅いとか、うん、どうなんやろな、でも車と車の間にも雪積もってる、そう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 、それどうするんやろ、人力かな、だからもう自衛隊のとこ来んじゃん、もうどうしても進まれへんみたいな、うん、あそうですそうです、なるほどね、うん、2車線で2車線で、うん、もう追い越すことができへんと、だから1台止まってもうたら、うん、もうそれでアウトみたいな、うん、うん、ああ、ね、そう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 、うん、2車線やから対向車も、うん、だからもう1車線しかないからみたいな、もう全部止まってもうてるみたいな、
ことですよね。西澤さん、そうですね、西澤さん見事に絵浮かばんかった。いやだから二車線やね、うん、それは、うん、こっち対向車上りと下りがあると、うん、で二車線やね、うん、二車線、うん、ほなもう両方詰まってるやん、うん、ほなら一個の車が止まったら、うん、追い越すことができへんと、あなるほど、こっちには反対車線の、あ反対車線も止まってるってこと、止まってんね、なるほどね、そうそう、だからもう追い越しもできへんから、うん、からもうどうしようもないな、先頭の止まった人も焦ったやろね、焦った、自分のせいで、それなんで止まってもたやろな、分かる、例えばそういう坂道とかかな、なんやろ、どうやろ、うん、ドケーとか言うてへんのかな、それをみんなでさ、うん、後ろの押すとか、押すとかさ、でもそういうレベルの雪じゃなくなったんちゃう、おーまあな、どうやっても無理やろみたいな、なるほどな、ほんで一台止まったらもうずらーって後ろまで並ぶやん、だから後ろの人は多分前がどういう状況になってるかも分からへん状態やと思うで、春まで待つんかな、あ雪解けまで、もしかしたら一日、うん、丸一日とかあの状態になったら、うん、ちょっとそういう思考になるかもしれないね、ちょっとなんか、あもうこの永久このままあの春までこの状態なんちゃうとか、まあ、どか雪降ったらな、そうそうっていう精神状態に多分パニックになると思う、パニックになると思う、周り真っ白いでさ、そうそうそう、いやほんまに怖いと思うわ、ほんまに、まだ唯一の救いは、うん、言うたら前の車とかも止まってる、同じ状況の人がおるっていう、ちょっとした一人じゃないと、せやな、いうことだけちゃう、せやな、うん、それで山道で一人やったらな、そう、あとほんでガソリンがもうない状態とか、焦るやろ、焦るやろな、おもないやん、どうするやろな、ほんまに、キュル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 、ほんまに、だからまあ、どうなんですかね、誰か来てくれるんですかね、入れに急に。それは来てくれるやろ、JAF の人とかさ、みたいな警察の人とかもやってくれるよな、でも、まあ、まあ大変やもんわ。大変、うん。ご苦労様ですよ、本当。ね。ね、気ぃつけとかんと。うん、運送の人な、今だからさ、なんかそういう、俺ら、あれや、ネットで注文とかしても出るもんね、うん、そういうふうに雪の影響で、ちょっと多少遅れますみたいな、それぐらいのな、あるやから。遅れて当然よ。そりゃそうよ。それで、なーいっていうやつなんかおらへんしな。それでな、チェーンソー持ってさ、あれー言って、上半身裸で。見えない YouTube やめん。お前、それそう、ドキミってな。お前、なんか。変な原付の乗り方し。急に止まった。急に止まった。ジャックナイフみたいな人で、わざで。いや、ほんま。俺、大変やと思うわ。ああいう。なあ運送屋さんは、いやいやほんまにご苦労様やで、ほんまでなあ、うん、ぜひもう早く雪解けて、そうそう、もう動いてると思うんですけど、あれもう見て、さあというわけでね、ね、今週も始まっておりますよ、ね、この間ちょっと珍しいことがあってね、おほんまちょっと前に、うん、あのまあ境筋のあるところからタクシー拾おうとして、うん、ちょっとまあ道にちょっと出なタクシー拾われへんのさ、うん、ちょっとタクシー拾おうって道にこうでタクシー回ってたんですよ、うん、ほんならパパーって俺がタクシー止めようとしてる俺のちょっと3メートルぐらい前に、うん、白髪の180ぐらいのおじいちゃんがパーって来て、うん、あるやん要素な俺がさっき待ってんのに、うん、その俺の前に来てタクシー止めようとするみたいな、いやもう明らかにこの人タクシー止めようとしてるのかなみたいな、でも明らかに俺の方が先そこ陣取ってて、ほんでタクシー来てそのおじいさんは手上げてタクシー止めてそのタクシー乗ってな、そのままブーンって行きよったよ、ちょっと腹立つやん、まあな、何やあいつと思っとって、まあで次またタクシー来たから止めてな、で乗ったよ、その2日後にまた全く同じところからタクシー乗ろうとして、でタクシーまた道ちょっと出てた、ほな空車のタクシーパーって来た、であれ止めようと思って俺手上げようとしたら、うん、反対車線からすごい勢いで走ってくれそうって、うん、道渡って、うん、ふわっと見たらこの間 の白髪のうちやってそいつがまた俺が止めようとした空車のタクシーを、うん、止めて、止めて、うん、ほんでそいつ乗り込んで、うん、バーって行きよって、全く同じやつやって怖いな、そんなことその2回もあると思って、ほんでその2回目はなんか気づいたみたいやね、俺がさっきやってた、うん、ほんでなんか乗り込む前に俺の方見てなんか、うん、あいたんやみたいな、うん、彼演技してなんか、うん、なんか手すまんなすまんなみたいな手上げとったんやけど、
こんなこと2回も全く同じやつやって、その特徴的にすごい背高い白髪のおじいやったから、ほんま185ぐらいある。同じぐらいの時間やったんちゃう、もしかしたら。多分だからその辺でそのおっちゃんは仕事してるとかやろうな。すっげえ腹立ってまあな、腹立つやな、変な話やな、それは。あれでもよく結構ない、たまにある、あるやろ、あるある。もうこれはもう逆の立場になる時もない。自分がタクシー止めようとしたらちょっと離れたとこに先に、そういう時ってさ、スルーせえへん、空車来たら。まあ、明らかにその人の方が先やった、俺の方が後やったと。じゃあ俺バンバン通ってる場所あるやん、うん、タクシー、うんうん、やったらもう止める、うん、どうすんやろな。俺それやられてすっげえ嫌やから、うん、一応空車来ても乗り場に行くな基本空車来ても一回スルーすんねその人、うん、その逆やったらすっげえやっぱ腹立つね。あ、腹って夜中で、うん、全然走ってない時にあるやろ、なんか前に行ってなんかちょっと酔っ払ったりとかバーってやったら、それめちゃくちゃ腹立つけどな。そうやろ、それは腹立つ。そうやろ、ね、状況全然ちゃうやん。俺は一番腹立つ状況の話って。そうやろ、お前な、同じあれ腹立つ、その変な不思議な話をちゃうの。いや、あれにしても俺やっぱり腹立つけどあかんと思うね。その言うても先に明らかにこう俺が先に、これは難しいぞ。うん、で全く気づけへん人おるやん、いるいる、そのこっちが先止めようとしてるの、悪意なくな、悪意なく、もうそれはもう仕方ないと思う。それ仕方ない、うん、腹立つけどな、うんうん、でも明らかに気づいてるやつおるやん、あこっち、うん、俺が止めようとしてるの、うん、それでも関係なしにそっち止めて乗り込むやつおるやん、まあね、うん、ああいうの俺すげえ嫌やん。あー、まあな、うん、なんかそのルールがなくなるやん。それ確かにな、そうやろ、うん、それは思う。ルールがなんか街のルールがなくなるからさ、街のルールな、うん、確かに大事やからね。あれほんまにすごい嫌や。あれだからすごいさ、うん、俺聞きたいけど、あれ理由あるんか分からんけど、すっごいさ、乗車拒否する人いへん。いるいるいる。あれなんなんやろな、なんか あれの時期多いよね、年末とか。どういうことやの、帰ろ、帰りたいねん、なんか乗せる気はお前なんか、うん、なんかなんかね、俺なんかお前絶対近いろの雰囲気出てんのか、ね、出てる俺俺めっちゃ遠距離やで。それ分からへん。でも、うん、あの時期ってタクシーの運転手さんは遠距離も嫌やねんて。なんでやったら稼げる年末とかって、うん、そう忘年会とかあったらさ、うん、お客さんいつもより多いやんか、うん、で例えば遠いとこまで送ったら、あ時間ロスなんだ。そう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 、だからなんかまあ、まあまあのところで数を乗せる方が運転手さん的にはそれはすごい分かんないけど、うん、ええんやって、としても、うん、それって俺拾った方がええやん、うん、やろ、それでビーンっていく。でもそれが分からへんやん、お前が何歩ぐらい、この子何歩ぐらい乗せたら何歩ぐらいのとこまで行くんやろうが、うんうん、で分からへんのちゃう、分からへんやったら、うん、乗せたらええやんか。いざその辺のだから、いざ聞いてくれてるかな、年末の境筋とかもえげつないやん。えそれで話するかいやほんまほんま、だから俺だってほんまほんまめちゃくちゃいざ納得しへんぞ乗車拒否されたりする時あったもん、年末とか、うん、ほんま年末の境筋ほんまえげつない。年末じゃなくても、うん、普段の日でもビーンってすごい見えてへんとかちゃう。いや違 う見えてるもん、見えてる、あーって手振ってて、うん、こっちの車線あるで、でもこっちの車線走ってるなんか、うん、もうウインカーも出さんとさ、うん、真ん中の車線行ってブイーンって振って、うん、あーって言うと、だからもしかしてもう帰りでめっちゃ言うもん俺、見えへんようになるまで、わーいいやそれがお前がなんかすごい無人島で船が通り過ぎたやったら分かるで、そんだけ叫ぶの。俺また来るやん車は。いやそれでめったに通らへんところでさ、乗車拒否、どこでなんだなんつって俺どこで乗ろうとしてんのお前いやでよ走ってん時あんのよ、あるで、なんでなーん言って、それ信号止まったら追いかけようとする時あるの、それやめて、もうこうやったら逃げるかも。だからあれちゃ、もしかしたら運転手さんがちょっともう今日ちょっと帰りたいとか、それやったらなんかそうで忘れてボタン押したらいいやん、なんか忘れてはったりするんじゃ、その空車のままなってるとかあるで、ほんまにあるやん、なんか例えば予約車でなってるからさ、うん、止めんとこうと思ったらさ、うん、なんか自ら止まらはるみたいな、でパーンって開いて、あ予約車ちゃうんすかって言ったら、そうちゃうよみたいな言われる時あった、この間もちゃうよって、えでも予約車なってましたよって、あお前なんでやろみたいな、一発目のちゃうよなんやねんって腹立つやん、完全に予約者になってんの、予約者ちゃうんすか、ちゃうよ何やその言い方と思ってでなってたからさ、予約者に、そういうなんか間違いとかもあるんちゃう、ミス、もう自分は、うん、回想にしてるつもりやけど、なんだなもうほんまーんってどこで拾おうとしてんの二度と通らへんとこなんそれがすごいヤンキーに
ヤンキーが追いかけられてるとか俺が焦ってるの分かってるの分かってんのかなこいつどうしたら絶対なんか変なことに巻き込まれるかこいつもっとどつかれたらいいね俺が助け求めてああ悲しすぎだよヤンキーにボコボコされてほんまなもう一回回ってきるんちゃう見に来てるあいつどうなってる回想で回想で見に来て予約とかにしていやほんまにちょっとなでも腹立つちゅうか俺不思議やん理由を教えてほしいでなんでそのブイーンって逃げるねん大変逃げへんあだからでそのスピードで、ね、気づいてんのに真正面見てやろそうそうほんですっごいブイーンってださでほんまにすごいスピード上げたうわーっだからあれちゃうほんまにちょっともう今日はもう帰るとこですねんっていう運転手さんとかもいてはるやろし確かに俺もたまにちょっとその家まで帰るときちょっと遠距離になるとき、うん、すごいえってなる人いるもんああ遠いなみたいなああ遠いなあ無理っすかとかああま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 あ、うん、やろときああってどうなってんね感情心の中でやった言わへんけど、うん、無理っすかとかああま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 あって言うて、うん、もう一回聞くけど無理なんすかとまあまあええよってなるでも最終的にそうすっごいなあ心の中ではな言わんで感情どないなってんねでも空車で逃げる人は言うよなあってなんでなさはんのーって理由を言えーっていやだからまあその帰りたいとかちゃとかなんか嫌やとかあいつのせいで夜中やってそんな顔してんねで確かベロベロでさまあなこれは乗せたくないっていう気持ちは分かると思う、うん、いやいや寝られても嫌やし、うん、ゲー吐かれても嫌やしから、うん、俺すっごい普通に、うん、分からんまあまあ、ね、ちょっとな教えてほしいねそれ聞いたら俺納得できると思う、ねうん、ああそれでも分からへんな聞かなでもほんまに単純になんかほんまに理由あるかもしれないですよ、うん、単純にでもほんまに帰りたいとほんでもう、うんあ空車なっての忘れてはるとかあそうなのかもしれない、うん、まあな、うん、それやったらまあ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 納得できんけやなまあでもあるんちゃう全然そうそれはそっちのミスやると思うしな、まあ、まあそれは変えてないのな、まあ、まあまあでも難しいよね、うん、ほんまにまあ難しいね、うん、だからあのねあの順番だけはちょっと俺はちゃんとどう乗り場で乗ったらええねんいや乗り場なんてそのないとこの方が多いやんまあな、うん、もう俺はあれ新大阪とかもたまにすごい時あるもんこの間の年末とかももうすごかったもんタクシー乗り場とか何がもう人であふれ返ってタクシーもでも新見乗るまでもパンパンにもう動かれへんみたいな、うん、警察来てなんかアナウンスしてたりとかあこれ辺に止めてるのが邪魔になってこのせいで渋滞が起こっていますみたいな警察がなんか言うてはったから、うん、もうほんまに動かへんかったパンパンやってはよ帰りたいからタクシー乗ろうとしてるわけやん。まあな、うん、でも余計時間かかる。余計時間かかる。腹立つなあれ。腹立つわと思って。まあまあしゃあないけどね、年末、うん。なんで年末あんなにみんな動くんかな、もう。ほんでな、みんな大荷物持ってね、あの、なんていうの、キャリーケースみたいな。乗る時間かかる。そう、めちゃくちゃ乗る時間かかる、ね。それほんましゃあないよね、あれ。な。でもっとさ、うん、前もって予習しとけよ、もう。俺も思う、それ。その、いっぱい乗ってる人目の前で見てるわけやんか。そう。そうやったら、こういう動きしたら、そうそうそう。例えば2台来たら、1人は後ろに行って、うん、そうそう、待ってんのな。2台、そう。うん、なんで、今までお前見てたよ、ね。そうそうそうなんでお前喋ってたよお前なってな、うん、なんで今お前後ろの方に行かへんねって、うん、なんで待つねんと言いたなんねんほんまに言ってよろしいやんとそうそうそう腹立つやろ腹立つほんま腹立つなんかもうトランク入れたらええやんいいのになんか無理やりもうさ座席の方にこんなでっかい荷物、うん、なんでトランク入れへんもんって逆もないそのもうええやんその荷物やったらトランクじゃなくてあるでトランク開けようもんだやっぱ運転手出てきはるやんあ出てこないほなその間出てこんでええねん時間かかんねんあ、まあ、優しさやけどなそう若い人に対してやったらもう出んでもええと思うなあれなもうそこはもう座席、ね、後ろの座席にしたらええ漫画タイムとか載ってるしな後ろの座席な出てんのってなんでそこに置いとくねんとちょっとねここ開ける頻度多いやろちょっとなんやろなまあ人多い時期はやっぱり特にそうやな、まあまあ、年末なんてほんますごかったからそれはもうな年末やからこそもね、うん、逆も腹立てへんその新大阪行く時にさ、うん、もうあの
もうすごい列ができてさ、もう手前ぐらいでなかなか行かれへん。あるある。で、こと歩く距離でもないね。こっからここを歩いていっておかしい。でも時間迫ってるみたいな。で、バーッと前の方見たらすっごい行くよ。そう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 。わあって。その時はな、ほんまにそうやろうけど、ね、うん。あれはちょっとね、みんなで考えていたらもうちょっと解消されることってあると思う。の割には小さい内容だったいやでもちょっとしたそういうさ、めっちゃ細かい、すごいだでかい話した後落ちみたいな感じみんなで考えていったらもっと解決策が見つかると思う話ちょぼかったでタクシー乗られへんからおじいちゃんに取られちゃうちょっとね、そのみんなで考えていきましょうという話でございました。全然ちゃうよそれではちょっと本日1曲目を聴いていただきたいと思います、長渕剛でサンキューウーマン。どうもダイアンです、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。ありがとうございます。ねえ、いきなりなんですけども、はい、あの今度ね、あの僕あの家族でこうバーベキューせなあかんやけど、うん、あんまやったことないからね、ちょっと不安なんですよね、これ。あ、そうなんや、うん、俺もめちゃくちゃやってるけどね。マジで、うん、ほんま。俺まあ基本一人でやってんねんけど一人で、うん、あれみんなでやるもんやろお前俺もマジでやってる。マジでやってんの、うん、俺あの表参道とかでやってるから絶対やってるかよ絶対やったらかんよ、そんなそれぐらい上級者ってこと。マジで？だから教えてあげてもいいよ。教えてくれんの、うん、最近なんかその体験教室とかもあるらしいからね。おお、うん、それ行ったらええんや。はい、はい、あの頼むな、うん、お前。あ、すいません、あの今日はよろしくお願いします。あ、予約された方ですよね。はい、そうです。あ、有名な方や。ミャンマーの AV 男優の方ですよね。お疲れ様です。いや違います、違います。遠征ですか？ミャンマーの AV 男優、違いますよ。遠征で、遠征、違います、違います。ミャンマーの AV 男優って予約入ってるんですか？はい、違います、すいません、違います、違います、すいません、そっくりやったから似てるんか、すいません。今日なんですけど、あの地元のテレビ局が取材に来てるんですけど、はい、テレビカメラとか大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。あ、そうです。有名なんですね、ここ。なんか有名人の方がたまにお忍びで来てたりとかするんですよね。あ、そうなんですか、はい、今日あの方来られてますよ。え、誰ですか？あの方、あの有名な。え、誰誰？あの月9の。え、月9、え、おでゆうじさん。え、誰？あの白崎仁さん。白崎仁？今日来られてます。え、あの、元ホストの？はい。白崎仁さんって今日来られてますんで。あの人月9出てました？なんか月曜日はなんか9時に起きてるっていう。何それどういうことっていうの前ラジオで言ってはった。そうなんですか。はい、あ、そうなんですね。そういう方と一緒に体験したくて、ね、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はいはい、まずですね、はい、バーベキュー時の基本的なスタイル、はい、スタイル服装ですね、はいはいはい、がこちらになりますね。おお、はいはい、このオーバーオール、オーバーオール、そして寝るシャツ、はい、テンガロンハット、はい、で色のついたメガネとなっております、ね。めっちゃ本格的ですね。まあ、欧米スタイルなんですけどもね。はい、これがまあ。なんか恥ずかしいな、どうですか。あ、着なくていいんですよ。いや、着なくていいんですか、はい、言ってください。紹介しただけなんで。やめてください、着んの。すいません。勝手に。めっちゃ怒ってる、すいません。紹介しただけですよ。大丈夫ですか、ここ。大丈夫です。ほんまですか？私、こう見えてもね、はい、バーベキューの世界大会で9年連続1位で優勝してるんですよ。はい、マジっすか？すごいっすね。今年初めて1位の座を明け渡してしまったんですけどね。あ、そうなんですか、はい、今年何位やったんですか？192位です。めっちゃ落ちてる。むちゃくちゃ勝ちましたね、はい、なんかあったんすか今年。あの10年連続1位 の記録がかかってましてね、はい、そうなのプレッシャーで弱いっすね、プレッシャーに。めちゃくちゃ緊張してましてね。そうなんすか。全然覚えてないんです。そんなに緊張したんすか。で気付いたらあの、うん、隣のロッジに火つけてましてね。え、火つけたんですか。であの全焼しまして、はぁ、逮捕されました。捕まったの。はで、あの一昨日出所してきたんです。出たて、はい、で今度あの出所してきた男たちっていうのはドキュメンタリー番組あるんですけど、それであのテレビカメラ来てるんです。それで来てたんですか。はい、夕方の誇りニュースかなと思ったら、いや、ドキュメンタリーなんで。あ、ほんまですか。はい、大丈夫ですか。お願いしますね。お願いします。じゃあ早速ちょっとやっていきましょうか。はい、まずはですね、隅に火をつけていただきます。はい、これ二人一組のペアでやっていただきますので。なるほど。まずあのペアを作ってください。ペアを、はい、ペア、ペア、はい、あ、ペアなりました、なりました、なりました。ペア作ってください。あ、ちょっといないんですか、すいません。偶数なんでおられるはずですよ。あ、おられました。白崎さん、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 この方とペアになってもらって。白崎さん、白崎さん、この方、そいつは嫌だ。そいつは変な顔している。そいつ以外でして、そいつとやるの恥ずかしい。もういいっすわ。いやいやいや、ちょっと待ってください。いいっすわ。なんでそんなこと言うんですか。いや、僕は、ね、許せないですよ。ちょっと待ってください、すいません。ちょっと皆さん集まってください。なんでそんなこと言うんですか。この方どこが変な顔してるんですか。もういいっすよ。もうこの方が変な顔してると思う方、手挙げてください。お前かい、お前。
何でお前が手挙げとんねんお前よな。すいません、なんかちょっと変な感じになりました。お前のせいやねえかこれ。向こうでやってください。向こうでやってください。すいません、じゃあ隅に火つけましょうか。はい、つきましたよ。つきましたね、はい、じゃあこの後バーベキューするんですけども、はい、その前に今ここで食べていただくスケロ寿司を配っていきたいと思います。なんでやねんなんでこの後バーベキューするのにスケロクを食べなあかんねんお前よな。うちはここでスケロクを食べていただきます。なんでそして胃に膜を張っていただきます。どういうことやねん。お稲荷の牛乳とかやろ。お稲荷の膜を張っていただきます。お稲荷の膜って何やねんそれ。わけのわからんほんまに。そしてこの後おそらく紙皿と割り箸が必要になることでしょう。当たり前やろかお前よ。それを私自らがあなたたちに配っていきたいと思います。神様かお前。なんじゃこいつお前。バーベキュー楽しいでしょう。え、バーベキューは心が現れるでしょう。一人ずつメッセージ言うてるやん。何こいつ。今度結婚するらしいですね。ご結婚おめでとうございます。恥ずかしい。動物は殺されて食肉になる瞬間、あなたは何を感じますか。何どれだけメッセージ重いのお前。何やそのメッセージ。じゃあ早速やっていきましょう。やっていけるかこんなもんお前。焼く時のコツがございます。え、同じもので固めて焼いてください、はい、じゃないと味がバラバラになってしまいます。どういうこと。どういうこと。じゃあ今日で言いますと、ここで稲荷焼きますんで、ここで巻き寿司焼いてくださいね。スケロクやないかいて。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもライアンです。よろしくお願いします。いやね、この間でちょっとね DVD 借りに行ったんですよ、うん、ね、あのタイタニック借りたんです、うん、で家帰ってみたら踊る大捜査線入っててんよこれ。で明日文句言いに行きたいから、うん、ちょっと練習させてや。 お前ビデオの店員やってや、はいはい、これ文句言いに行くから、はいはい、頼むわな、はい、ウィン。いらっしゃいませ。あ、すんません。はい、あ、ね、突き当たって左が、うんうん、あのアダルトコーナーです。違う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 。何言ってんの。あれあれ、今日でしたっけ。何が。来週ちゃいました。何が。サイン会ですよね。何の。 AV 男優の方ですよ、ね、なんでやねん。何と間違ってんのお前。長身の女の人と組まされる人です。どうしてやろうか。舐めてんのかお前。違うがなお前。さっきな、ここでタイタニック借りてん、はい、家帰ったら踊る大捜査線入っとってん。お前どないなっとんねんこれお前。ああ、クレマ。なんでやねんお前。なんだろ車やねん。そんなミスね、一回もしたことないんですよ。したことないかもしれんけど、実際間違ってんの見てみよお前。まあ、確かにうちの DVD ですね。やろうかお前。レシートあります。中入っとるかなお前。まあ、確かにうちのレシートですね、うん、これレシート以外に何か証明できるもんあります。どんだけ疑うねんお前。十分やろそれでお前。確かにうちの DVD、 うちのレシートなんで、これも言い訳できないですね、うん、これも完全に、うん、64でうちが悪いですわ。なんで俺4悪いねん。お互い気ぃつけましょうね。何言うてんねんお前。10-0やろがお前。タイタニックに帰ろやお前。ちょっともうタイタニックが貸し出し中になってしまいまして、すいません。なんかどめっちゃ見たかったのにお前。すいません。ちょっとね、あのまあそれ以外にもね、当店結構マニアックな DVD あるんですよ。あ、そう。あ、私あのオーナー兼店長の蔦実と申します。蔦実、はい、これあの DVD ショップ蔦屋の、まあ、店長なんですけど。蔦屋、はい、蔦屋にめっちゃ似てるねお前。そうですか。そこでめっちゃ似てるやんか。私が自費出版で出してるね DVD あるんですよ。もしよかったらマニアックはそっちの方どうですか。お前 DVD 出してんの。はい。え、なんで出してるんですけど。マジで。そっちの方が合うんちゃうかな思って。どんなんの。こんなんどうですか。スタミノルが今教える、うん、レイアップシュート初級編。イラ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 。バスケやってたんですよ。なんでお前に教えてもらうのかね。バスケやってまして。いらんから。イライラ。じゃあ私が初めて出した DVD あるんですけど。なんやねん。スタミノルファースト DVD、うん、ミノル。ミノル。これ私が水着で岩場登ってたりとか、うん、ソフトクリーム食べたり、うんうん、バナナ握りしめてるやつなんですよ。グラビアアイドルやんそれ。着エロっすかね。え、着エロ。着エロやってた。まあ走りですけども。何こいつ。やってまして。気持ち悪いお前、はい、もうロッキーとかでええわもう。あ、ロッキーで。じゃあちょっともう一回レシート出しますんで少々お待ちください。早よしてやほんまに。してるやん。何やお前。何やお前。何やお前。何こいつ。今してるやん。何お前。喧嘩ってるやん。何早よしてやお前。すみません、お客様、あのポイントカードなんですけども、ちょっと当店のミスやったんで、いっぱい押しときますね。頼むわほんまに。こう満タンになりましたら何かしらの中型券差し上げますんで、ね。いらんいらんよ。何の中型券。おそらく雑誌になると思うんですけど。絶対いらんよ。いらんから。あの注射だけすぐ行ってあげてください、ね。どんな買い方してんのお前。あとお風呂だけすぐ入れてあげてください。もうとびきり臭いんで。ちょっと待てよ。俺そういうのは許されへんねん。何こいつお前、ね、お客さんこちらね、ダイレクトメッセージの申し込み用紙なんですけど、こちらにアドレスをちょっと書いていただいて、いらんいらんいらん。もう俺新作情報とかそんなんいらんねん俺な。あ、そんなん送らないです。暇な時に私がカラメールするだけなんで。何してんのお前。何してんのお前。あと後日あの出会い系からのメールが届くと思うんですけど、ね、売ってるやん。目当て売ってるやん。お前何なんこいつ。そっちもやらして持ってます。何してんねんお前。おかげせよお前。はよせよお前。じゃあこちらツタミノルファースト DVD ミノルです。もうええわ。どうもありがとうございました。
どうもダイアンです、よろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。まあいきなりなんですけどね、この一人カラオケってちょっと最近流行ってるらしいやんか、うん、で俺も行きたいんやけど、ちょっと受付がちょっと恥ずかしいな思ってな。あ、一人ですいうのね。あ、ほんならちょっとカラオケの受付やったるから、うんうん、マジで お客さんとして来たいんじゃ。行ったいの、うん、頼むほんならな、ほんまに。あ、すいません、あのカラオケしたいんですけども。あ、予約された方ですよね。予約はちょっとしてないんですけども。え、予約された方じゃないですか。予約してないですよ。え、予約されてたミャンマーの AV 男優の方ですか、ね、違いますよ。お疲れ様です。何すかそれ。違います違います。遠征ですか。遠征って何ですか。違いますよ。え、ミャンマーの AV 男優ですけど言って予約入れてるんですか。はい、違います。来はったと思って。何やの、すいません、すいません。今日はお客様、何名様ですかね。あの、一人ですけど。一人、はい。いじめとかですか。寝ちゃいますよ。どんないじめやねん、一人でカラオケ来るって。そうやって言うてください。言わへんよ。僕警察言いに行きます。大丈夫やから。いや、一人カラオケ流行ってるでしょ。いや、いじめの方が流行ってますんで、ね。どんな言い方やねんそれ。あれもロングセラーなんで。どんな言い方やねんそれ。ロングセラーって一人ですから。大丈夫です、ね、大丈夫です、ね、一人で、はい、時お時間の方は、はい、一泊でよろしいですかね。一泊でないの。なんでここで一泊せなあかんねんお前。一泊二曲付きでよろしいですか。二曲付きみたいに言うんだよ。二食付きみたいに言ってるやん。夜一曲、朝一曲で。ちょうどご飯のタイミングで。じゃあ、一時間ですよ。あ、一時間です。一、はい、時間で。あと今、はい、歌の前に無料でね、ちょっとガムをお配りしてるんですけども。ガム？はい。まあ、歌う前にガム噛んでもらったら、はい、口の運動になってね、すごくスムーズに歌えるんですよ。あ、そうなんですか、はい、もしよかったら言ってくださいね。あ、いつか、ほんとください。あります、はい、無料やから。何やお前。風船ガム、風船ガム。風船ガム、はい。風船ガムなんで。はい。はい。よく噛んでもらって、うん、はい、弾力あるでしょ。じゃあ、ありますね、はい。ちょっと生臭いですかね、うんうん、はい、な変な味しますよ、ね、そう、私手作りのガムなんです。気持ち悪っ。手作り。あ、大丈夫です。あの、焼く前のミノなんですけど。何してんのお前。生のミノなんか絶対あかんやんか。何してんねんこいつ。何こいつ。いらんから。風船ガムなんでよかったら膨らしてみてください、ね、膨らむわけないやん。お客様、当店のカラオケの映像なんですけども、ちょっとあのオリジナルになってましてね。どんな映像なんですか。ほぼあの虎がライオン食べてる映像なんです。なんでやで。なんでそんなもん見ながら歌わなあかんのお前。あの自然の摂理を理科の勉強でもなりますんで。虎とライオンは合間見えへんで絶対に。近いところあるんですよ。でその真ん中に餌置いてましてね。マジで。ほらそれで喧嘩して。マジで。店長取ってますんで。なんで店長が取ってるんですよ。何それお前。あとお客様、カラオケの音量なんですけども、はい、音量できるだけちょっと絞り目でお願いします。なんでちょっとあの隣の部屋との仕切りが襖になってますん、はい、なんでやねんお前。なんで襖やねんお前。おい、もともと民家でして、あの改装なしでやってるんです。せーよせーよ。絶対改装せなあかんやん、それ。お金かかりますんで。せえよ、それ。音絞り目で、うん、もう何やったら消してもらって。なんで消さなあかんの。で、マイクの音量も消してもらって。めちゃくちゃやんけ、お前。でも歌わずに座っといてもらって。おかしいやろ、部屋でゆっくりしてるだけやん。はい、歌うよ、俺。あ、そうですか。ほんで、もう採点もするよ。あの採点機能とか。採点機能がちょっと今壊れておりましてね。なんで壊れてんの、お前。でも大丈夫です。バイトの野村くんが部屋に待機してますんで。歌終わり、随時野村くんが採点してくれる。いらんわ。なんでそんなやつ言われなかったの。野村くんちょっとプロじゃないんで、専門的な何点とか分かんないんで、あの、よかったです。いらんって、いらんって。いや、なんの嬉しいよ、そんなもん。よう声出てました、ね。いらん言うてんの。追い出せ、そんなやつは。野村くん、ちょっとあの、体臭きついんで。追い出せ、お前。それで気ぃつけてください。何気ぃつけなかったの、そんなもん。はい、あと、うん、今ちょっと、なりきりキャンペーンっていうのちょっとやってるんです、うち。なりきりキャンペーン。なりきりキャンペーンです。あのね、本人になりかわって、歌いたいっていう方結構おられるんですよ。そういう方にアイテムをお貸しするとやってる。いやいやいや。例えばこの矢沢セットでしたら、はいはい、まあ、白いスーツと、白いマイクと。矢沢吉？はい。ええやん。あと、ま、AKB セット。この制服とか。はいはいはい。そうあるんで。もしなんか、あの、ええのあれば言ってくださいね。じゃあ、あの、尾崎。ございます。ある？はい。尾崎セット。すいません。これ、あの、尾崎セットになります。尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブにあります。ジャンボやん。それ、ジャンボやん。なんで俺、ジャンボ尾崎の格好して歌わなあかんの。あっちの尾崎ですか。わかんない。すいません。なんでジャンボ尾崎セットがあんねん。すいません。あっちのカラオケで。すいません。すいません。すいません。これあの、極太のもみあげになります。清彦やん。また会う日までの時の。三角のりなんですけど。のりなん。買ってもらって。はい。歌ってもらって。してへんから。もういいから。で、はよ、部屋案内してよ。何分経ってんのこれ。お客様がお店に入ってきた時点で、あの、時間の方換算してます。せーなーやん、はい。お部屋が2階の201になります。もう行くか、はい、ほんまに。で、ちょっと和室なんで。あのちょっと床の間になってますんでね。まだ仏壇とか置いてますんで。なんとかせよお前。歴代のおばあちゃんの写真とか撮れやそんなもんお前、
やんけお前。でもしかしたら途中でおばあちゃんが仏壇の水だけ買いに来るかもわかんない。誰か住んでるやんまだ。引き継ぎの期間なんでまだ住んであります。まだ営業したらあかんやんぞ。おばあちゃんそれ住んであるんで、すいません。行っていい。あとお客様、何終了の5分前になりましたら部屋にあの野良犬放します。なんでやねん。危ない、パニックだろそんなもんお前。野良犬入ってきてあと5分やと思ってください。電話して。電話ないので。ないの。これ18年1回もあのお風呂に入れてない雑種なんで。飛び切り臭いと思いますけど。臭いやつばっかや。すぐ分かりますんで。わけのわからんも言っていいよ、はい、ほんまによ。でお客様尾崎セットすぐお持ちします。いやいらんねんてもうええわ。どうもありがとうございました。どうもダイアンです、よろしくお願いします。いや今度ね僕あの家族でバーベキューするんですけども、うん、あんま経験なくてちょっと自信ないんですよね。あそうなんや、うん、俺めちゃめちゃバーベキューやってるけどね。マジで。うん全然教えてあげるよ。ほんま最近なんかその、うん、体験教室とかもあるからね。あそうなん、うん、行ったらいいんや、そのトラウマ。すいません、あの、今日よろしくお願いします。予約された方ですね。はい、予約されてた、はい、ミャンマーの AV 男優の方ですね。違います。遠征。いや違います、遠征じゃないです。遠征そういう予約入ってるんですよ。入ってないです。津田です。津田さん、あ、すいません津田さん、すいません。ありました、すいません津田さん、すいません。あとちょっと今日なんですけど、はいはいはい、地元のテレビ局がね取材に来てるんですけど、はい、テレビカメラとか大丈夫ですか。いいですよ。あそうですか。有名なんですねここ。ちょっとね、はい、で最近ね有名人の方がお忍びで来てるみたいなんですよ、はい、あそうなんですか。そうなんですよ。あ今日あの方来られてます。え誰か来てるんですか。あの一世風靡された。え誰ですか、誰ですか。あの誰、白崎仁さん。白崎仁。はい。あの元ホストの。はい、プライベートで来られてます。ちょっと写真とかちょっとダメなんですけど。大丈夫です。はい来てます。で他の方もおられますんで、はい、一緒に体験していただくっていう、まあ、感じになります、ね、分かりました。あの、はい、僕ちょっと経験ないんですけど大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、私こう見えましても、ね、はい、バーベキューの世界大会9年連続1位で優勝してるんですよ。すげえ9年連続っすか、はい、すごいな、まあ、今年初めてね、はい、あの1位の座明け渡してしまったんですけど、ね、あそうなんですか、はい、今年何位やったんですか。119位です。すごい落ちた、すごい落ちた。何かあったんですか。あの今年が10年連続1位のちょっと記録がかかってましてね、はい、あのそのあのプレッシャーで弱ー、はい、怖いっすね。めちゃくちゃ緊張しましてね。そんなに全然覚えてないんですよ。であの気ぃ付いたらね、はい、あの隣のロッジに火つけてましてね。えだからロッジ全焼しまして、あの2人亡くなったんですよ。2人死んだ。あの逮捕されましてね。捕まったの。だから一昨日出所してきたんですけどね。出たて、はい、で今度ね、はい、あの出所してきた男たちっていうあのドキュメンタリー番組あるんですけど、はい、それであのテレビカメラに出てるんや。もっと僕あのほっこりニュースや思った。いやど深夜のえげつないやつ。いや怖ー、はい、大丈夫ですかほんまに。大丈夫です、はい、では早速、はい、隅に火をつけていきたいと思います。わかりました。では2人1組のペアでやっていただきます、はいはい、まずペア作ってください、はい、ペア作ってくださいね、はい、作って、はい、作ってくださいねペア。あのちょっといないんですけども。いや偶数なんでおられるわけです。あ、おられました。白崎さん、あ、白崎さん、おられますか。この方とペアになってもらっていいですか。お願いします。白崎さん、お願いします。この方とペアになってもらっていいですか。お願いします。白崎さん、この方とペアになってもらっていいですか。嫌がってるんですか。白崎さん、この方とペアになってもらって嫌がってるんですか。そいつは嫌だ。え変な顔している。え俺はホストだぞ。ね、いやいや、そんなんじゃなくて。いやいやいや、ペアだけなんで。いやいやちょっと、早く。いやいや、はい、もう、変な顔してる。いやいやいや、それしか言わへんよ。そいつを帰らしてくれ。もういいっすわ。いや、これ許せないんですよ。いいっすよ、もう。この方の動画変な顔なんですか。ちょっとこの方みんな集まってください。この方変な顔やと思う方。手挙げてください。やめてーや、もう。やめてーや。全員上がってます。めちゃくちゃやないか。すいません、変な感じになって。お前のせいやないか、すいません。俺一人でやるの、もう。いや、早速、隅に火つけてください。あ、まあ、つきましたよ。つきましたね。つきました、はい。では、ここで一旦、中締めとさせていただきます。なんでやねん、お前。2時間ほど空き時間になります。どんだけ空くねん、お前よ。ちょっと一回家帰りたいんですよ。なんでやねん、お前。めちゃくちゃうんこしたいんで。知らん。そこら辺でせよ、そんなもん、お前。家でしかできないタイプなんで。知らんって、お前。ちゃんとこれ、オーナーとかにも言うてますんで、正規のやり方なんで、大丈夫です。めちゃくちゃアホやろ、お前。やるや、お前よ。もっともっと火が入っていきますんで、何やねんそれ。もっともっと時間かかるんですよ。では、今ここで食べていただく、スケログ寿司を配りたいと思います。なんでやねん、お前。一回入れましょう、スケログ。役やろが。スケログを一回入れましょう。なんでスケログ食わなあかんねん、お前よ。そしてここで、紙皿と割り箸を配っていきたいと思います。さっき配っときゃ、そんなもんよ。ここは空気が美味しいでしょ。こいつ。ここは心が現れるでしょう。一人ずつメッセージ打てるやん。今度金の巣さんも連れてきてあげてくださいね。結婚おめでとうございます。サップ。動物が殺されて食肉になる瞬間、あなたは何を感じますか。何で俺だけメッセージ思うねんお前。何で俺だけメッセージ思うねんお前。あなたはもうホストではないのですよ。白崎さんにも冷たい。白崎さんにも冷たかった。では早速焼いていきましょう、はい、コツとしましょう、はい、同じので固めて焼いてくださいね。聞いたことないけどな。ではここで言いますと、はい、ここで稲荷焼きますんで、はい、ここで巻き寿司焼いてください。いやスケロかやないかって。もうええわ。どうもありがとう。さあというわけで ね今週も始まっておりますけども、ね、ほんま大変よね。
まあ体の面もそうやしね。ほんまな。言うても年やしな。気ぃつけとかなな、うん。ほんまに。あれちゃうの、だってもう、うん、あの、麻薬とかなったんじゃん。その映画俺今は自由分からない。麻薬や。麻薬な。麻薬。麻薬は39が麻薬な。40の、数えで40の年やからな。そう、俺いまいちな、その数えもよう分からへんのか。あれどういう意味な、数えで40っていうのは。どう言うたらいいんかな。どういう意味な。俺数えで42や。おえ？そうよ、数えは。めっちゃ言ってるやん。数えはな。どういう意味、数えって。もう数えで41やん。41やん。数えっていうのはどういうことな。どう言うたらいいんかな。ようあるやん、数えでとか。うん、ある意味が、よう、どういう意味なの、数えで。どういう意味なの、数えやもん。だ1個プラス、まあ、1個プラスっていうことなんかな。単純計算で1個プラスでじゃないの。1個プラスやったら41ちゃうの、お前は。で俺が40ちゃうの。違う違う違う、俺だから42の年になるはずや、数えで。41の年、え、じゃあ41の年か、この2017年はな。ちょ、41の年やせ。それはでもあれない、もう1月になってよ、2017年になった時点での数え で、そうやそうやそうや。だからお前も40の年やんか。だから麻薬や、うん、のはずやで。多分俺もちょっと、薬年はいつのほな、40、41、42や。40、41、42、いや、麻薬、後役、翻訳や。40、41、42のはず。ということは翻訳は41ってこと。翻訳41、40が麻薬か、麻薬、うん、で翻訳、後役が42、うん、はい。まあやらへんとやらへんけどな。それは薬年はあんまり良くないってことなの。で自分とか自分の周りのに何か行くっていうよな、うん、あ、そうなん、うん、ってよ、いい、まあっていう、自分に来えへんねん、自分にも来るし周りにも行くっていう、ま、周りに行くとも言うよね。あ、そう。だからそういうのは、うん、まあまあ分からんけどね、その迷信であり、やけど日本独特のもんやからさ、うん、そういうのはあれ、なんかお祓いみたいな、門戸役人、ああ、もうそうやな、関西では門戸役人有名やな、そこっていうとこに行くんや、行ったりとか、まあどこでもやってるけどね、厄除けは。やってんの。やってるよ。でも有名なは厄除けの神社は、うん、関西で言ったらその門戸役人っていうとこ有名やな。そうなんや、それ行かなかな、ほ、うんなら、それ、まあ、例えばあんまり良くないことが起こったりとかってことやろ。そうやな、まあ大体なんか何日までだか、15日までに行くみたいなことやけどな、1月の。あ、そうなんや。一応なんかそういうのはあるよ。あ、細かいルール。全然過ぎてモテるやん。誰か言ってくれへんの、そんな。いや、俺もう全然損しなかった。俺もそれで結構好きっていうかさ、うん、気にする方やからさ、めっちゃ調べたもんだって。俺だってその今年が後役とかも全然分かってないもん。前役な。あ、前役か、前役。タネグさんとこも行ってたんですか。まあ、結構行ってる。まだいかんか、だからそれで、まあでも捉え方によってね、行ってあかんかっても、いかんかったらもっとあかんかったんちゃうかっていうふうに取ったりするわけ。なるほどね。なんかでもあんなん言えへん、なんか厄年の時になんかすごいそうお金、そう家のことにお金かけたりする、使ったらいいみたいな、めっちゃええっていうね。あ、やっぱええ、そうやね。なるほど、うん、それはその前役も含まれてってこと。前役、翻訳、後役のその3年の間に、なんか家を。それどうなんやろな、でも年齢的にちょうど家建てれる年齢であるしとかいうのもいろいろ重なってきてるかもしれんけどね。その時に例えば家買うとかってこと、うん、ってこと簡単に言うたら。そう、なんかそういうの聞くな。それ家のことなんや。なんか例えば高い買い物。あ、でもええと思うで、なんか。あ、そうなん。久保田はそう言ったな。車買うとか。まあそうやな、自分のなんかになるのにお金かけないことやって。あ、自分のなんか、なんかまあ家とかがええって言うわな。なるほどな、うん、その3年のうちってことか、うん、で、なんか高いもの買おうと思ってるのか。いや、違う、その俺その辺のがほんまよう分かってへんからさ、どういう、うん、まあな、うん、まあ気にする人は気にするし、気にせえへん人はせえへんけども、だからやっといたら気休めにはならな、うん、そらそういうのを厄年やけど、うん、そういうの一切何もやらへん人もおるしってことだもん。全然おるよ、そんな。また女の人は役年年齢ちゃうしな。ああ、もっと若いんだけど、年もっと年若いで、役年何回かあるからさ、うん、ややこしい、ね、分からへんな、そういうのが難しすぎて。行ってる田中君。あれだ、田中君が同じやんな。一緒です。で、翻訳やろ、だから今、うん、それはあれ、例えばどこ行ったん。近所の。近所、うん、嘘にちゃうそれ。今の発言がね、もう多分怒られると思う。お前のちょっと嘘にちゃう。もっと来いとこ行っとこね。それはあれ、その毎年ってことなんや。3前3回、3年行くってことか。なるほどな。そう、
あ、そうなんや。そんな全然知らなかった。まあな、俺は気にする。家族おるし、より、家族に行くって聞くから、よりは。家族に行くねんな。っていうふうに聞くしな。なるほど。って言いがちやん、結構。な。田中もほんなら、15日までに行った。行きました。15日やったっけ、なんかあれね。あ、でもなんか、なんかあんねん。それ15日過ぎてたらなんか、まあ、明日行くんちゃう。15日過ぎてたらなんか、その、何、その。めっちゃ怒られんねん。お、降りかかってきたり、あんの。なんかその、お前15日までに来てへんから、まあそこまでやれへんけど、ちょっとほんなら悪いことする。いや、ないよ。怒るように、ちょっとだけするわ。15日やったっけ、忘れたけど、なんかあんねん。いや、言っといたら、まあ、基本的にすっきりはするよ。行っとこ。で、行って、俺はなんか、その、うん、本気筒みたいな、本気筒がなんかあんねんか、うん、ちょっと別室で呼ばれて、やってもらうのに、やってもらう。なるほどな。で、お札買いに行くだけでもいいし、別に。なるほど。うん、お手ないからな。なんて言ってたの？ええー、とこ。門田薬師。門田薬師。は超有名やな。あ、そうなんや。三大なんたらみたいなやつやもん。多分。なるほどな、いろいろ、俺そういうのがやっぱりあれ分かってへんわ、全然疎いというか、まあまあ、これもだから全て俺独身のせいやと思うね、ほんまに。まあ俺も疎かったけど調べたからな、自分で。いや俺ほんま思うねん、なんかしきたりとかやろ、そうとか、ほんまに例えばほんま細かい話したらお墓のこととかもう、はあ、俺独身っていう、まあ独身だけじゃないけど独身っていうので、うん、このあんまりこの何分かってへんか、最近まで、ね、あ、ね、そう、分かんないこと分かれへんって。いや、なんで誰がどのお墓とかっていうのをそんな考えんと参ったりしてて、俺お墓参りとか母方のやつやったりとか父方のやつとかどうかな、え、勝手に知らん人のお墓を。いやいや、ちゃんとや親父方のとかおかん方のとか言ってたけど、のほ俺なんか、あ、親父ここ、親父も死んだらここ入るんやってうっすら思いながら、うん、手合わせてたんよ、うん、でもよくよく考えたあれと違うやろちゃうやん、うん、うちの親父次男やもんと思って、あんだ親さん親さんで、うん、ここは長男のお兄ちゃんが入らん、うん、親父はまた別の墓かとか、うん、っていうのもつい最近も俺なんかよう考えたら、あれそうかそうかみたいな、まあ、そうまあまあまあな、うん、ここに親父は入るもん、いろんな状況あるから、ね、うん、入るもんやん思って、なんか西団地はそういうことでめっちゃ手合わせてで入るもんやと思って手合わせるご先祖様やん、ご先祖様に挨拶しながら、親父が入ろうもん、ゆくゆくあふんわりな、あふんわり、親父もお世話になりますよ、ね、ここのお墓に今入る、いけへんいけへんかなみたいな、ふんわり思いながらって、あちゃおちゃおと思って、ここはお兄ちゃんが入る、そういうのもだから多分な独身関係ない、そうやるやん、家のこととか、あまあな、しきたりとかは確かに独身のせいや、結婚お葬式行った時の作法とかも毎回忘れへん、あの毎回頼むから、あのお証拠俺絶対先頭来るんだと思うもん、俺前の絶対見れる、見るやん、あれ毎回忘れへん、忘れへんというか、あれやねなんかもうふんわりしか分かってへん、なんかやってよ、そうそう、ほんであるやん、こう3回やるのも、うん、この1回ずつ取るのか、あこの辺でこう3回やってはんのかどっちやろうみたいな、なんかそれもなんか場所場所によって違ったりする、めっちゃ分かるわ、そうやね、その地域によって変えてくれてるとこもあるけどな、うん、そうやな、分からへんね、だからどうなんていう言葉かけたらいいのか、そう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 、でじゃあ本日はそうやねで、なんて言ってやんだあれそうそうほんまに三根さんみたいな状態ごちそうさまでしたあれめちゃくちゃ面白い、ご愁傷さまでした、ごちそうさまでした、食べてるもん、ね、食べてるめちゃくちゃ面白い、あんなもん食うかでもある種お疲れ出ませんようにとかさ、ちょっと言う前にちょっと緊張せへん、なんて言ったんやろ、なんて言ったんやろ、お疲れ出ませんようにある種でもごちそうさまでしたって言うて別におかしくないよね、だってそれは分かるわけないじゃん、分かるわけない、そのしきだりはな、そうやで、うん、俺らがな、うん、アフリカ行ってさ、お葬式でさ分かるわけないもん、うん、分からへん、さやこさんもギリギリまでうまいことやってて、ほんまでもうちょいって、そうやね、でそれももうちょい小さい声やったら普通にご愁傷様でしたって、ね、まさかそんなん言うと思ってへんやろこっち側の人もこっちで、ね、脳内変換してな、うん、あれ一瞬今なんかごちそうさまでした、あそうかそうか、ご愁傷様言ってんのか、疲れてんの私っていうこっちのせいにとってくるからちょっとね、うん、でもちょっとやっといた方がええで、ほんまな、行く俺だから、そういう何もつなげて考えてまうわけやん、胃腸炎のこともさ、うん、あれってなるわけやん、
もしかしたら前役やからそうそうそう薄いけどさ弱すぎ弱すぎそれもきっかけスタートのさ第一章かもしれんやん役が弱すぎて何一章へそれ役関係ないよそんなもんやったら俺別に行けへんわ1兆円ぐらいで済むんやったらそれが第一章よだからこっからどんどんそう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 やなそれでも怖いわまあそれ関係ないけどなまあでもキャッチボールみたいな感じだ1兆円まだこの後来る剛速球がねちょっと行きます僕はそれはあれやでふざけてまたロケとか行ったらあかんでいやそういうのはほんまにガチのちゃんとした真面目なで僕はほんまに行きますわ、うん、ええー、とこなほんまにちょっと、うん、聞くから俺もでもふんわり思って何か何か聞いて出ましたもんね俺田中で近所でもいいと思うんだけど学童していつやったっけみたいな覚えろやその何回かね田中君聞いてたからいやちょっと気にはなってたはずやね自分でまあまあなだから行くわ行ったらええ、うん、リスナーの皆さん僕行きますじゃ別に何も心配してへんねん自由にしたらええやんそれはな、ほんま、行くも行かんもお前次第やから、うん、まあな、行ってくれ行くほんまに、うん、はい、それは決めました、うん、CM 行ってくださいほんまにちょっとでも聞いてよかったわあやっぱ行った言わんほうがいいで兄さん言わんほうがいいで、うんうん、我慢せぺ、うんどうも、ダイアンツァーです。よろしくお願いします。どうもみんな、みんなハッピーニューイヤー。よろしく、ダイアンユウスケです。鏡餅飾ってんのかな東京スタイル。ちょっとなさい。東京スタイル始まりました。ミザー。ダイアンユウスケです。東京スタイル。じゃあの、マイク前もしたけど、なんでこんなおしゃれにしようとしてるのか分からないんだけど。やっぱそう、東京。おしゃれのワード全然出てへんかったやん。鏡餅言ってたやん。鏡餅飾ってる。いや、それめちゃくちゃダサいか。ちょっとどういうことだ、いやいや、なんでそんなおしゃれに従ってんの。やっぱ東京スタイルやから、やっぱり我々も東京スタイルで、その何話じゃない。言うことでもう何話が出てまうねん、余計。もうこんなん言わん方がええねんって。いやいや、やっぱりその、最初はやっぱ言うていって、うん、言うていって言うていって途中でやめるっていうね、うん、いやいやいや東京スタイル何やねんそれ言うてなきゃいけ東京スタイルってちょっとここから1時間はね、うん、我々ダイアンの東京スタイル、うん、ちょっとだいぶおしゃれなねラジオになると思うんですけども、うん、ぜひねちょっと聞いていただき、うん、おしゃれに聞いていただきたいと思ってますおしゃれに聞くってどうしたらええねん鏡餅飾ってるそれもやめてくれよでもおしゃれな人あんま飾ってないからさおしゃれになればなるほど飾らんもんやで、ね、いや、やっぱりそこはね、うん、伝統ということで伝統じゃないよほんまちょっとまた帰ってきましてああまあなそうです前回ね第2回目ね、うん、しかもこんなお正月にいやもうこの曲ええやろこのおしゃれな曲このあってへんからこれいやお正月ということで、うん、やっぱりその、うん、みんな多分今聞いてくれてると思うんですああまあまあお正月やからねなんか羽子板とかしながらめっちゃ古いやんカルタカルタとか庭に庭に昭和のラジオみんな着物着てねお前それ白黒白黒タコちょっとタコ揚げ行くちょっと待ってね1時間で終わるからちょっとあのタイプのラジオ大きいね戦時中とかスピーカーみたいなやつね、めちゃくちゃでかいやつ木の朝ドラでしか見えへんねんあれで多分今羽子板炭でバッテンとか多分書きながら聞いてくれてると思うむちゃくちゃ楽しみしてるやんいやそれはねそこっちはそういうつもりでやってらっしゃるからテレビもないやん、ね、この音楽いつまでかかんねんなこの軽快なリズムの音楽はずっとで終わるまで終わるまで珍しいちょっとでもおしゃれにしたいから珍しいわほんまにちょっと、ね、まあまあねでもちょっと、ね、去年の4月以来や、うん、そうですありがたいね、ね東京スタイル、うん、第2回ということで、ね、しかもこんな元旦の1日にね、うん、やらせていただけるなんてほんまありがたいですそうやなほんまに嬉しいなほんまになんかね、うん、このいいスタートダッシュがねああ簡単にな、うん、簡単に確かにそう切れると思いますほんまやな我々的にも TBS ラジオさん的にもねおしゃれにしたいわけないやんもちろんもちろんなんで野球のボールとか置いてんのだから
それやっぱり事前に言うたんやろ。中井ってびっくりしてるんですよ。俺とお前のところに一個ずつ野球のポップが入ってる。これどういうことだ。これね、あの事前に言いました。あのブースやっぱり東京スタイルということでおしゃれにお届けしたいから、ブースの中をできるだけおしゃれにしてくださいということで、このジャイアンツの、なんでジャイアンツの、ジャイアンツのボールがね置いてます今しかも一個ずつこれが一番なんで、なんで野球ケータリングとして、なんで野球の誰か偉いさんとかえ名物出てこられてるとか、全然関係ない、TBS 関係ない、関係ない、何も関係なく東京の、東京やからやっぱりジャイアンツちょっとでも東京にめちゃくちゃダサいやん。なんでお前東京スタイル言って野球のボール言ってやっぱジャイアン、やっぱ東京で言えばジャイアンツやっぱそういう阪神じゃないぞっていうことか。そう関西やったら阪神とかさ、なるほど、やけど東京やからやっぱジャイアンツのボール置くと、ブース内が一気にやっぱり東京になるっていう考えのもと置いてくれてはる。どこかやねんお前、何やねん野球のボール一番いいの分からんかったなんで一個ずつやの、ね、何をね、お互いの握り方を見せようとかやっぱケータリングやから、俺はカーブこう握んねんとか、その一個ずつやったらじゃあどっち側に置くねんっていうのはやっぱ揉める原因やから、それは一個ずつね平等になるほどな、これでもう一気に東京色になる。なるほど、うん、まあまあね、ジャイアンツいつまでかかってんねん、ほんでこの音楽なあ、ずっと最後ええわ、ほんま。いやでもね、すごい嬉しいや、ほんまに嬉しい、ありがたいね、ね、ほんとにほんまに、うん、東京スタイル、そうやね、ほんまに2回目やで、2回目え、好評やってってことですか、っていうことですよマジで。だって去年の4月にやって、うんうん、で今今年1月の元旦でしょ、うん、にも2回目でしょ、うん、こんな短いスパンで、いやでも結構入ったわ忘れてたやん前回どういう風にやったことなこんな短いスパンであるって好評でしかない、めちゃくちゃ長かったよ、ほんま、ね、いやでも元旦なんてすごいからね、いやそうですよ、ありがたい、元旦をちょっと任せてもらえるってやっぱすごいんですよ、まあ、1時間な元旦の TBS ラジオのこんなね、みんな取り合いの枠やと思いますよ、あまあな、俺もって、欲しいところ欲しいけど俺もくださいってね、それをダイアンに、うん、ねえ、しかも今回はなんか東京の TBS ラジオだけじゃなくてネット局があると、うん、富山岡山山口熊本と、うん、ネット局は元日じゃなく2日とか3日に放送してると、なるほど、ちょっとずれてるわけですね、なるほどね、うん、だからちょっと他でも聞けると、そうやね、富山岡山山口熊本っていうなんかすごいピンポイントないこれはなんかで理由、これもやっぱりおしゃれに、やっぱりおしゃれにやっぱり富山とかやっぱりチョイスのセンスを見てほしいよね。富山岡山山口熊本どういうこと、なんでってすごいピンポイント、その辺がやっぱりそのなんか理由はセンス、やっぱりゆうすけ的の理由はなんかあんのこれ。これやっぱりそうなおしゃれスポットなわけ。おしゃれスポットやし、基本やっぱりその2文字でやってくださいっていうのは言ってたよね。漢字2文字の、漢字2文字はやっぱり見た目もいいし見た目もいいから漢字2文字を多めに行きましょうかみたいな。奈良とか入らへんねん、それでも。そうやね、滋賀とか、そうやっぱりちょっと東京スタイルということでだいぶ多いで、ね、2文字ほとんど2文字だけど、ほとんど2文字やけど、2文字のとこを選んでくださいっていうのと、ブース内にあのボールを置いてくださいっていうのはもうマストでお願いしてたんです。だいぶダサく仕上がってないこんなん言ったんだ、こんなん言ったら怒られるかもしれないだいぶダサいと思うけど、いやいや それがやっぱそれが東京スタイル大丈夫、これの辺は大丈夫です。京都とかもっとあるかな、もっと全然、ま、もう、うん、ここからでもまた神戸とかさ、いやいや もっとここからどんどんでも広がっていくから、あそう、うん、まあ確かにスタートとして、そういや嬉しいよね、本当にスタートダッシュ、うん、ということですよ、うん、おしゃれに決まってる、ほんまに、うん、もうでも年も明けましてね、ほんまやで、1月1日、うん、そうです、元日やで、2022年、そうやで、ほんまに明けましておめでとうございます、おめでとうございますです、ほんとにね、今年もよろしくお願いいたします、お願いします、ほんとね、ほんま去年はなかなかね、うん、大変な年でした、激動の年やった、激動のね、うん、年でしたけど、今年はやっぱりいい年になるといいよね、うん、ほんまやね、うん、目標みたいなのあんの、目標やっぱりおしゃれに行きたい、まあゆうすけのもおしゃれな目標としては、うん、ちょっとパーマかけようかなってことでかけれる？パーマだいぶでどういうパーマ当てんの？
あそのなんやろあのソバージュみたいなあの昔で昔いたの勝美さんめっちゃ古いやん勝美さんっていうねいやいつないじあるとか歌ってた勝美さんあの元祖パーマって言われてる元祖パーマって勝美さんいやいや元祖パーマ言うてるのお前だけ俺あんなきつくあんなきつく男で当てるんやソバージュをまあ、まあ、あれあのやっぱり勝美さんぐらい俺はそのちょっと伸ばしてああいうソバージュ男やのにソバージュ伸びひんって西田もいやいや伸びて伸ばしてほんでやっぱり細い長いのになると西田あのちょっと見てられん感じだったやろだからそれをやっぱボリューム細くて長いみたいな西田ボリューム出して大丈夫ちょっとふわっとさしてやっぱりちょっとそういうとこからやっぱおしゃれに変えていきたいなるほどな、うん、でまあもうおしゃれおしゃれ言わんでえっちゃうのあんまりいやいややっぱりその大事なこと人前に出させてもらうので、まあうん、やっぱおしゃれに決めるって、うん、やっぱすごい大事だと思うなるな、うん、こんな長く音楽かかるさまだかかってたで、ね、なんかおしゃれ目標ある、うん、おしゃれ目標俺の、うん、おしゃれ目標、うん、やっぱ服とかをいっぱい揃えたいなと思ってるな、ええやん今のところなんか衣装さんかばっかりもらってるから、うん、なんか自分でなんか展示会とかよう行くやんか、うん行く行くあの、吉本の先輩とかがちょっと売り出したよう言うねん、うん、展示会行く行く行くなノブさんとか全然そんな言わへんかったのに、うん、急に展示会とか言い出すみんな、うん、それ行く俺今年の目標展示会なんかの展示会確かに展示会やったら言うやろ言う東京来たらマジで見んねん展示会言うて誘われるしなそう、うん、展示会同じちょっとブランドの服とか着てる先輩とか聞いたら、うん、いついつ展示会あるから行こうやとかそうそうそう、うん、それに俺行くなるほど、ね、そんな誘いもなかったから今年はその誘い受けるぐらいのまあでもそこ、うん、だその好きなブランドを結構買っとかなかよねあそうなん、うん、ほんならなんかさ、うん、お得意ああお得意さんやみたいなんでちょっとシステム分からへんけど、うん、有名になったら呼んでもらえるんじゃないのああそれもあると思う、ねうん、でなんかちょっと安くしてくれたりなんか先にちょっとめっちゃ詳しいやん展示会でそういうのやから行ってんの行ったことない行ったことない予想な予想でしゃべってくれ展示会ってどうなんだ教えてくれ多分やけど、うん、なんかこれから出す服が多分いっぱい展示されてると思う、うん、でそこに多分入っていくと思う、うん、その建物、うん、で、うん、あコロナいいやんとかあったら、うん、結構そこで、ね、注文とか取られるんやけど、うんだからちょっと、まあ、芸能人ということで早めにくれたりとか、うん、ちょっとだから、うん、なんていうの、うん、エコひいきじゃないけど、うん、やっぱり出てる人はインフルエンサーみたいなもんはやってくるとマジで、うん、これこのチノパンいいですよとかえ血のパンだいぶえそれ展示会でチノパンとか出てくるのそんなそんな顔やろまなんかすごい昔からあるアイテムとかどうは、うん、俺そんなとこ行くの俺チノパンこのチノパンいいですよとかお前もこのブリーフいいですよとかさそうだあんのやっぱりまあまあそれはあるよええーうん、ちょっとそれちょっと行ってみたい今年の確かに目標としてみんな行ってるな、なあだからちょっと悔しさもあったんやなんかみんな行ってんな思って俺行ってないなんか展示会っていう話してるからさ若手の子でも言ってるなこの間展示会行きましてちょっと悔しかったね俺行ったことないのになんかそういうの呼ばれへんしさ、うん、なんかあ俺はそういうまだそこに行ってへんやなみたいなさな、ね、そういう立ち位置に呼ばれてないやんそうそうそうだから今年はね目標展示会行くそれ行きますよ俺なるほどな、うん、上半期中に行ってみたいですあもうすぐもうすぐもう何かの展示会それ別えそれ何かの何でもいい何でもいい言ってみて何々の展示会この間行ってみたいな話をしたいね俺はあそれ服じゃなくていいってこといやそれはそれも住宅展示会とかさ新しいこんな便器が出ますよとかいやそれ俺便器の展示会行ってもさ俺業者じゃないからこんなカーテンが出るんですいやカーテンの展示会行って俺服よそれあ服ねそれはそうよそんな便器の展示会行ってもなんかそんなしょっちゅう買えるもんじゃないですよちょっと服の展示会行ってあでもええなちょっとババーっと来ておしゃれにほんでなんかそこのさインスタにちょっと載ったりとかして、うん、ああるななんかあるやんあるあるなんかもっとさあるあるハイブランドのさあるあるなんかオープンあるある記念パーティーとかも生まれたよね、うん、ドレス着てみんなまあ、だからそういう影響力がある、うん、あって、うんうん、そういうおしゃれっていう人じゃないとそんなの呼んでくれへんやろいやだからじゃあそういう風になりたいわけよあるやん俺がって一応多少はあるやんってないやいやその影響力さいやいやそのファッションやろファッションいやファッションとかじゃないやろそのもっとなんか、はい、こんな新しい歯が出ましたとかの津田さんが来てくれましたみたいな
何歯の展示会って一周できへんねん何歯の展示会っていやでもなんか何かしらの展示会ね目指していきますよ僕も。ええよね、うん、確かにそれを行きたい俺は本当。ええな、うん、俺もだからちょっと何やろ最近、うん、まあダイエットまではしてへんねんけどちょっとご飯をちょっと減らそうと思ってなんかあの友達とかになんか前聞いてたらなんかもう俺も晩飯食べてないねとかなあれ言ったりしてる人もおったんよ、もう半年晩飯食ってないすげえなと思ってでそれなんか健康のためにやってるとかで、で俺ちょっともう何俺もちょっと、まあ、ダイエットまで無理やからちょっと控えようと思ってちょっと控えてんねんなほんでなんかじゃあ夜ちょっと酒飲もうと思って酒飲んでなんかそんなご飯食べんでええやんか珍しいなそうそうあん全然酒飲まへんそう酒飲まへんやんか、でもちょっと飲めるようになってきた酒飲んだらおしゃれやんその辺もちょっとな何飲んでんのハイボールいやいやすごいなんかデデデデデデありがとうございますいやいやいやこれ待ってたんすねこれ待ってたんすあ盛り上がるとこちゃうハイボールいやいやハイボールで盛り上がるとこちゃうどうもダイアンですよろしくお願いしますありがとうございますあの空港のね、はいはいはい、保安検査所通るときにいつもドキドキするのね、はいはいはい、止められるんちゃうかも、ねあまあ、たまにいますよね一回止められたことあってね大騒ぎなとこだあるのよ、ね、あそうなんや、うん、なんか堂々としたらええねんお前、うん、いっぺんやってみよう、うん、でも検査所にやってきてやってくれや、うん、俺っくかさなはいはいピーすみません、はい、ポケットの中とか大丈夫ですかねあ大丈夫です、はい、お鍋とか持ってませんでしたいや持てないですよ僕お鍋持ってここ通りました見てたでしょ見てなかったんで見てへんの、はい、何やこいつちょっと警備を強化してまして、ねはい、ちょっともう一度通っていただいてもいいですよ、はい、ピーえ歯ですかねえ歯がすごいお出になられてるじゃないですかあいや貴殿のあの貴殿の、うん、あのすごいご立派に成長されたお歯が、うん、あのすごくお出になられてるじゃないですかお前敬語で言うたら怒らへんとかないでお前何や貴殿ってお前何やこれなあちょっと警備を強化してましてね歯でなんのおかしいやろかお前すごいお出になられてるからやめそれ腹立つお前すいません何やねんちょっとあのちなみに今日どちらの方行かれるんですかねハワイやお嬉しい何やお前何やお前初かな初ハワイ何やねんお前関係ないやろお前なめてんのかお前ちょっとあの今僕あのゾーン入ってまして何やねんゾーンってお前すごい仕事できてるんですよできてへんよ全然お前ちょっとチケットだけよろしいですかねこれやエコノミーえエコノミーの子何やお前それ何やねんエコノミーの子ってお前橋本さんさっきのやつやっぱあのエコノミーでしたいや言うてたんかお前あいつ多分エコノミーやでみたい言うてたんかお前何やお前おいビーフォーはチキンなんで今言わなあかんねんなんで今お前に言わなあかんねんビーフォーチキンってお前なビーフォーはチキンなんで今お前に答えなあかんねんエコノミーの方は先にお伺いするってなってるんすよ聞いたことないわそんなお前ビーフォーはチキンほんならビーフやビーフでじゃあビーフジャーキーでねビーフジャーキーなんかお前あとエコノミーのお客さんなんで機内食のちょっとメインディッシュなんですけどもあのエコノミ焼きになりますんで、ね、お好み焼きみたいに言うなよお前何それエコノミ焼きってお前何入ってるんそれお前まあ生地のみなんですけど食うかそんなもんお前もしやったら特別に桜伝武入れることいらんわそんなもんお前もう行っていいかあんまりちょっともう一度通っていただいてはよせ急いで入してくれよお前黙れよエコノミーあお前なあお前黙れよエコノミーもうそれが聞いてんちゃうねんお前すげえ根性してんなお前今ゾーン入ってましてねお前のゾーン悪口言うてるだけやぞさっきからすごい集中してるんすよほんまによちょっとねいやこんなにも引っかかるってことはちょっと決まりなんで麻薬犬だけよろしいですかなんなかったやないかいやちょっと決まりなんで麻薬犬だけちょっと、ね、これやって OK ってすぐ帰ってもらっていい分かったかなただちょっと今ね日本でっていうか、まあ、世界中で麻薬犬の数が足りてないのはこれ有名な話なんですよ聞いたことないよそんなお前なんで今日から新システムの導入なんですけど、ね、麻薬犬じゃなくてあの麻薬ゴリラになる麻薬ゴリラえゴリラな、はい、え大丈夫それ大丈夫ですほんましっかりした訓練を勝ち残ったエリートのゴリラ、ま、エリートゴリラなんであそうな、はい、大丈夫ほんまにで今ちょうどね犬の数が減ってきてて、うん、ゴリラの数がすごい増えてきてるんですよ聞いたことない絶対ゴリラの方が少ないってなんであそこにいるあのゴリラえ、はい、あのハンチングかぶったあのゴリラすごい、はい、なんでハンチングかぶってんのマイクゴリラなんで雰囲気出してんねん、はい、あれすごいねあれかなり集中しますあそうなよあもうゾーン入ってますゴリラのゾーンって何やねんお願いします大丈夫はゴリラ来たあすごいなんか死んだぞなんか死んだぞ大丈夫は何してんのこれえっへっこいて匂い出る鼻の調整
鼻のマッサージとかしてる、鼻の調整してる、すごい平行で匂い出る、すごい調整の仕方や、平行で匂い出る、すごい平行で匂い出る、すごい臭いんや、すごい平行、すごい鼻の調整してる、あすごい、あ来た、あ怖い、あ、あ、あ、こうするんや、見破っちゃないんや、もうええわ、どうもありがとうございました。どうもダイアンです、よろしくお願いします。いや今度ね僕家族でバーベキューするんですけども、うん、あんま経験なくてちょっと自信ないんですよね。あそうなんや、うん、俺めちゃめちゃバーベキューやってるけどね。マジで、うん、全然教えてあげるよ。ほんま最近なんかその体験教室とかもあるからね。あそうなん、うん、行ったらいいんや、そのトラマン、うん、すみません、今日よろしくお願いします。予約された方ですね、はい、予約されてた、はい、ミャンマーの AV 男優の方ですね。違いますよ遠征、いや違います、遠征じゃないです、遠征そういう予約入ってるんですよ。入ってないです、津田です。津田さん、あ、すいません津田さん、すいませんありました、すいません津田さん、はい、すいません、はい、あとちょっと今日なんですけど、はいはいはい、地元のテレビ局がね取材に来てるんですけど、はい、テレビカメラとか大丈夫ですか。いいですよ。あ、そうですか、有名なんですねここ。あちょっとね、はい、で最近ね有名人の方がお忍びで来てるみたいなんですよ、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、今日あの方来られてます。え、誰来てるんですか。あの一世風靡された、え、誰ですか、誰ですか、誰、白崎仁さん。白崎仁、はい、あの元ホストの、はい、プライベートで来られてます。ちょ写真とかちょっとダメなんですけど大丈夫です、はい、来てます、ね、大丈夫ですか。で他の方もおられますんで、はい、一緒に体験していただくっていう、まあ、感じになります、ね、分かりました。あの、はい、僕ちょっと経験ないんですけど大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、私こう見えましても、ねはい、バーベキューの世界大会9年連続1位で優勝してるんですよ。すげえ、9年連続ですか、はい、すごいな、まあ、今年初めてね、はい、あの1位の座明け渡してしまったんですけどね。あそうなんですか、はい、今年何位やったんですか。119位です。すごい落ちた、すごい落ちた。何かあったんですか。あの今年が10年連続1位のちょっと記録がかかってましてね、はい、あのプレッシャーで弱ー、はい、かわいっすね。めちゃくちゃ緊張してましてね。そんなに全然覚えてないんですよで気ぃついたらね、はい、隣のロッジに火つけてましてね。えだロッジ全焼しまして、2人亡くなったんですよ。逮捕されましてね。捕まったの。だから一昨日出所してきたんですけどね。出たて、はい、で今度ね、はい、出所してきた男たちっていうドキュメンタリー番組あるんですけど、はい、それでテレビカメラ、それで来てるんやもっと僕ほっこりニュースや思った。いや、ど深夜のえげつないやつ。いや、怖ー、はい、大丈夫ですか、ほんまに。大丈夫です、はい、では早速、はい、罪に火をつけていきたいと思います。わかりました。これは2人1組のペアでやっていただきます。はいはい、まずペア作ってください、はい、ペア作ってくださいね、はい、作って、はい、作ってくださいね、ペア。あ、ちょっといないんですけども。いや、偶数なんでおられるはずです。あ、おられました。白崎さん、あ、白崎さん、あ、白崎さん、この方とペアになってもらっていいですか。お願いします。白崎さん、お願いします。この方とペアになってもらっていいですか。お願いします。白崎さん、この方とペアになってもらっていいですか。嫌がってるんですか。白崎さん、この方とペアになってもらって、嫌がってるんですか。そいつは嫌だ。え、変な顔している。え、俺はホストだぞ。ね、いやいや、そんなんじゃなくて、いやいやいや、ペアだけなんで。いやいやいや、ちょっと早く、いやいや、はい、もういい、変な顔している。いやいやいや、それしか言わへんよ。そいつを帰らしてくれ。もういいっすわ。いや、これ許せないんですよ。いいっすよ、もうこの方の動画変な顔なんですか。ちょっとこの方みんな集まってください。この方変な顔やと思う方手挙げてください。やめてや、もうやめてや。全員上がってました。めちゃくちゃやないか。すいません、変な感じになって。お前のせいやないか。すいません、俺一人でやるよ。もういや、早速隅に火つけてください。あ、もうつきましたよ。つきましたね、つきました、はい、ではここで一旦中締めとさせていただきます。なんでやねんお前。2時間ほど空き時間になります。どんだけ空くねんお前よ。ちょっと1回家帰りたいんですよ。なんでやねんお前。めちゃくちゃうんこしたいんで。知らん、そこら辺でせえよ。そんなもんお前、家でしかできないタイプなんで。知らんってお前。ちゃんとこれオーナーとかにも言うてますんで、正規のやり方なんで大丈夫です。めちゃくちゃ怒る。まあやれよお前よ。もっともっと火が入っていきますんで。何やねんそれ。もっともっと時間かかるんですよ。では今ここで食べていただくスケログ寿司を配りたいと思います。なんでやねんお前。一回入れましょう。スケログ、いくやろが。スケログ一回入れましょう。なんでスケログ食わなあかんねんお前よ。そしてここで紙皿と割り箸を配っていきたいと思います。さっき配っときゃそんなもんよ。ここは空気が美味しいでしょ。こいつ、ここは心が現れるでしょう。一人ずつメッセージ打てるやん。今度カネルさんも連れてきてあげてくださいね。結婚おめでとうございます。サップ、動物が殺されて食肉になる瞬間、あなたは何を感じますか。何で同じメッセージ思うねんお前。何で同じメッセージ思うねんお前。あなたはもうホストではないのですよ。白崎さんにも冷たい。白崎さんにも冷たかった。では早速焼いていきましょう、はい、コツとしましょう、はい、同じので固めて焼いてくださいね。聞いたことないけどな。ではここで言いますと、はい、ここで稲荷焼きますんで、はい、ここで巻き寿司焼いてください。いや、スケロケやねんか。もうええわ。どうもありがとうございました。
です。よろしくお願いします。いやーね、うん、いやいきなりなんですけどもね、うん、僕昔ね、あの部活のキャプテンやってたんですけどもね、うん、こう大変なこととか結構あったんですよ。例えば部活辞めるやつおるじゃないですか、はい、そいつのとこ行って説得して連れ戻すというのやってたんですけどもね。まあまあキャプテンの仕事だよ、ね、そうそうそう、うん、お前とか絶対できへんな、そんなんね、ほんまにもう。まあまあそれ一回やってみると分からんよね、多分まあできるとは思うけど。マジかいな、お前、うん、ほんなやってみるか、お前今。おう、いいよ。ほんな俺が部活辞めたやつやるから、うん、お前説得して連れ戻しに行こうよな。俺が言ったよ。オッケーオッケー、はい、はい。なんやね、話して。おう、お蕎麦売ってるとこ悪いな。いや、売ってへんがな。俺こんなんやってへん。なんやね、話して、お前。最近どうしてんねん。え？えら、荒れてるそうやないか。ほっとけや。夜の街で喧嘩ばっかりして。関係ないやろ。昼の街歩いて。それはええやん。それ自由やろ。すごい歩いてるらしい。ええやないか。なんやね、話して、お前。担当直入に言おう思てる。うちのチームに戻ってきてくれ。担当直入に言うてみた。言わんでやろ、別に。俺はもうチームに戻る気ないねん。よいしょよいしょじゃないの、お前。何よいしょって、お前、あいつちおかしいやろか。せえへん。正直お前が監督と喧嘩してな、チーム去ってからチームの雰囲気良くないんや。え、みんなお前に戻ってきてくれって言ってる。みんな、みんなじゃない。すまん、うん、木下言うてへんわ。あ、そう、うん、でも他の一応メンバーは言ってたから。あ、そう、それ木下はまあ言うてへんかった。うん、それあんま気にすんの。オッケーオッケー、うん、みんなな、お前のフリーキックもう一回見たい言うてんねん。みんなじゃない。あ、そう、うん、すまん、木下言うてへん。あ、そう、うん、木下おれへんかった。あ、そう、うん、なんかどっか行ってて。でも他のメンバーは一応なんかそういう話はしてたから、うん、そう、あんまな、深く聞かんでほうがいいと思うけど、うん、あとまあこれだけ忘れんなよ、お前がチーム去ってからな、10番のユニフォーム着ようとするやつ誰もおれへんねん。え、これどういうことかわかるか。10番のユニフォームに一番ふさわしいのはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。10番のユニフォームを着るべきやつはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。だからな、誰も10番のユニフォームを着ようとせえへんねん。あ、でも一回木下完全に来てもらったけど。木下なんやねん。木下が来て帰ってたで。ずっとなんやねん、木下。バイバイって言った。バイバイちゃうわな。どんな綺麗やの俺のことよ、お前。ただ木下お前のこと認めてるぞ。え、お前のプレー認めてる。 お前のサッカーに対する情熱認めてる。ただ木下お前の顔が嫌いや言うてる。どうしたらええの。どうしようもない。ちょ、もう行くわ俺。どうしようもない。ちょっと待てお前。何やねん。もう誰か似てんな。今言うなよ。誰や。今言われてる。ゾアノブやろ。どんな顔やねん、ゾアノブ。ゾアノブにそっくりや。こんなになってるかお前。L 字型の方やから。どう見えてんのお前。フォルムの話や。フォルムの話、シルエットの話や。何やねんお前は。なあ、ほな逆にお前に聞くけどな、 お前にとってチームメイトって何やねん。え、お前にとってチームメイトって何やねん。え、いや違う違う違う、それエビフライやんけ。何も言うてへんから。エビの話してへんやん。エビあげたやつが言うてへんから。エビの話してへんからな。どういう意味しとんの、またさ、ほんまにもう。プルルプルル。電話電話お前。はい、もしもし、はい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 、マウンテンゴリラ20匹、はい、わかりました。何の電話やねん。すぐに行けると思います。何でお前にかかってくるそんな電話がよ、お前に。わけわからない。関係ないやろ。関係ないやろ、じゃやろお前。何やねん。わけのわからん、もう行くから、ほんまにもう。ちょっと待てよ、お前。何やねん。たけしが言うてたよ。え、たけしが言ってたよ、お前のフリーキック止めるやつ誰もおれへんよって。たけし、サトシが言ってたよ、お前のドリブル止めるやつ誰もおれへんよって。サトシ、前川が言ってたよ、お前のフェイントは世界レベルやって。前川、木下が言ってたよ、お前の目元が鬱陶しい。言わんねえがな。せっかくテンション上がったのに。お前の目元が気持ち悪いってノートに書いてたよ。なんでな、よっぽど嫌いねえね、ほんまに。ねえ、お前な、だからな、みんなお前に戻ってきてくれと思ってるから、もう一回お前な、チームに戻ってきてくれ、頼む。俺チーム監督は監督はな、確かに怒ってるよ。でもな、俺はみんなが頭下げたら絶対許してくれるはずや。だからお前何も気にせずな、もう一回、もう一度チームに戻ってきてくれ、頼む。俺監督も監督もな、俺はみんながお前のこと必要としてるのも気づいてるはずや。だから絶対許してくれる。だからな、お前何も気にせず、もう一回チームにな、戻ってきてくれ、頼む。俺チームに言わせやもん。なあ、そんなに戻りたいんやったらもうええ。おいずっと被ってんのお前。何やねん。戻る言うとんねん俺も。嘘。戻るよ。嘘。ほんまや。いつ？今日や。すぐ？ああ、今すぐ。ああ、どうしようかな。何やねん。木下の反対ぶりが半端やないか。いや、もうええよ。どうもありがとうございました。最近僕ちょっと昔のこととかよく思い出すんですよ。初めてこの世界に入ってね、ごちそうになったことのこととかね、思い出すんですよ、これね。ほんまにね、一応伝わったでしょ。伝わりましたね。
よ、ね、まあ確かにね、うん、俺もはっきり覚えてるよ。あそう、俺確かにね缶コーヒーやったんやけどね、うん、すごい嬉しくてね、うん、仲間入りさしてもうたような気持ちになってね、うん、すごい嬉しかった。嬉しかったよな、うん、お前缶コーヒーやってん、うん、俺寿司やって、まあいきなり寿司でびっくりしたけどね、ほんまに寿司怒んなよお前。お前コーヒーで俺寿司やとそれ腹立つの分かるけどな、これしゃあねんか。でもな寿司のことなんかほとんど覚えてない、記憶にないねこれな。なんやねん。いやだからお前缶コーヒーやったんやろ、俺寿司やった言うてんねん。いやだから、いやだからしゃあないやんか、お前缶コーヒーやったんやろ、寿司やった言うてるだけやないかお前。いや違う違う、そうお前がさっきから言うてる、うん、寿司って何ええちょっと待って、もう寿司知らんの、えコーヒーと寿司の差で怒ったんじゃなくて寿司知らんから怒ってんのお前。日本やでお前日本ってお前寿司やろお前。いやいやいや、日本といえばお前島国やろ。いやそんなでかい話してないよそんなでかい話してないよ。どんなやねんじゃ、なんかお前シャメかなんかないんか。持ってへんやろ、なんで寿司のシャメ持っとかなあかんねんお前。などんなやねん、こんなんやん、こんなんこんなん。ちっさ、ちっさい。なんでこんなちっさいねん。食べやすいからやん。食べやすいから酢飯になってんのこれが。酢飯って何ご飯に酢が混ざってるやつやねん。なんでや、なんでやって。俺も知らんよ寿司のこと完璧にしてるわけちゃうから。お前先輩と食べに行ったやろ、うん、普通そんな話なるやろ。ならへんよ、なんでこれ酢入ってるんですかねとかならへんやろお前。なでこのなシャリの上に魚の、はい、えシャリって何、うん、だから酢飯のことを寿司汚れシャリって言うねん。何そのかっこいい言い方するの。別にかっこよないやん。何ちょっとそんな尾崎っぽい感じ言うの。シェリーやろそれ。俺のシャリシャリの上にな、うん、魚のお刺身が乗ってんねん、うん、それがお寿司、うん、それだけを食べんねん。お前なめんなよ。もう言うても俺最近太ってきてんねんお前、うん、足りるかお前。1個だけちゃうよめっちゃ小さい。いっぱいいっぱい食べて。そんなな魚ばっかり何個もいらんて。あそう、ほんなお稲荷さん食べたらええやんか。お稲荷さんって誰やねん。人ちゃうよ近所のおっさんか。違う違う違う、食えるかお前。違う違う、いなり寿司のこと。いなり寿司なんやねんな。いなり寿司って油揚げにご飯入ったんねん。魚ちゃうやん。ちゃうよ、今までずっと魚話してたやん、うん、次油揚げてお前急すぎるやろ。しゃあないやん、そんなすぐ切り替えられへんで。いろんな種類があんねんな、いなり寿司の他にも巻き寿司とかな、あと押し寿司いうのもあるわ、あといろんな具材入ってるチラシ寿司、あとカルフォルニアロールいうのもあるわな、うん、カルフォルニアロール、うん、いやいや今寿司の話してんねんで、うん、誰がお前その必殺技の話してる。ちゃうよカルフォルニアロールってか言われちゃうから。技やろ感じ。違う違う違うねん、アメリカのお寿司やねん。アメリカ、うん、アボカドとか入ったんねん。アボカド、うん、巻き寿司なんやけどご飯が逆になってんねん、うん、ご飯が逆って何。逆になった。ご飯に逆なんかないやん。どういうこと、ご飯の逆って何。パンってこと。違う違う何やねんご飯の逆って。ご飯の逆がないやん。もう稲の段階で炊けてるよ。違う違う違う、こんな逆とかないやん。ご飯の逆って何やねん。巻き寿司あるやろ。あるやろってお前が今勝手に言うてるから知らんけどな、ね、ほんならこれが海苔用意せえや。海苔な、それもあんのかお前。あんねん、こんな見たことないぞ。その上に酢飯を引くねんな、うん、でかんぴょうとか巻いたらかんぴょう巻けやな、うんうん、であとカッパ巻けのもあるわ、うん、お前ちゃうよちゃうよちゃうよな、ちゃうよ、巻かれへんし。俺見たことないで、うん、そうやな。俺初めて見んのが寿司の中とか嫌やん。そうそうそう、違う違う、絶対切られてる。な実際にかちゃうねん。キュウリよ、キュウリ巻いたカッパ巻き言うねん。あキュウリのことか。そんでな海苔を外返して巻くのがやけど、それがもうええわ。無理よ、牛丼店なのか。寿司って高いねんだお前。ほなその高いと結局俺食われへんやんか。ほな回転寿司行ったらええがなお前。だ回転寿司って何やねん。寿司が回ってんねんイリュージョンってこと。ちゃうわちゃうよ。何やねん回ってるで。回ってんねん。こうなってる。そうは回らないよ。落ちるやねんか、そんなもん。違う、どうのお前、ムービーかなんかない。ないよ、なんでも落ちあるかなんかね、そんなもん。持っとけや、お前、説明するんやったら。皿あるやろ、皿の上に寿司が2貫乗ってんねん。2貫って何やねん。寿司は1貫、2貫って数えんねん、お前。漫画と一緒か。ちゃうけどな、それちゃうけどな、お前。皿の上に2貫乗ってんねん。それがベルトコンベア流れてやってくんねん、お前。ベルトコンベア、うん、好きなタイミング取ったらええねん、好きなのな。これ便利やないか、これお前。だってそれもなんで回す必要があんねん。便利やないか、もう注文せんでええもん、これ便利やんか。いや、めちゃめちゃ怖いや、なんで回られなあかんねん。俺、寿司が目の前でぐるぐる回ってたら、普段の俺でいられる自信がないわ。萎縮してまいそうやわ。萎縮すんねん、お前。すごい怖い。楽しいとこやねん、家族連れとかいっぱい来てんねん、子供とかに来てるからな。あの、メロンとか回ってくるわ、メロンとか。うん。メロン回ってんの、うん、回ってるよ。え、メロン酢飯あんの。ないよない寿司ちゃうやん。ちゃうよ。まったかんやん。なんで外せ外せ。外さんでいい。回転寿司言うてるやん。寿司ちゃうかって、まったかんやん。誰も気にせへんやろ、そんなことお前。むちゃむちゃやん、お前。何やねん、お前。ほな、お前、エグザイルの中に漫才したこ入ってても何とも。おかしいけど、お前、お前。すぐ外せ、言うやろ。全然ちゃうの。変な人入ってます。もうええわ。
すぐ外してあの人。もえなあ、もう行ってこい寿司屋。おごったるから。金出したるわ。寿司屋行ってこい。もうタクシーで行ったよ。タクシー乗ったらええわ。タクシーでも出したるわ。タクシー乗って行ってこい、お前はもう。まあね。タクシー。ああ。タクシーでないの。いや、もうええわ。お願いします。あのね、最近あの趣味でね、作詞やってるからちょっと聞いてほしいねんけどね。いいですよ、うん。オリジナル。オリジナル。タイトルなんつうの？タイトルあの15の朝っていうんだけどね。パクってるやん今日も。尾崎のパクパクでもしゃあない思いつかへんかったから。パクってるやん。パクとしてやん。ほんとこれ親友だけやから一人できるから、ちょっとお前な、うん、橋の方行ってあのひょっとこの顔しといて。なんで？意味ないやんそんなの。いやいや。俺たち何かを求めながら今日も生きてる。うん、空は青空、うん。レイニーデイ。どっち？雨降ってるやん、レイニーデーって。どんちゅうくらい、いつも何かに怯えながら、うん、どんちゅうくらい、明日が来るのが怖かった、うん、どんちゅうくらい、擦り切れた俺の心、うん、どんちゅうくらい、自由って一体、何ですの。なんで最後だけ途中までものすごい良かったよ、お前な。弱虫な俺、彼女が言った、あなたまるでナメクジみたい、そうそう、俺はナメクジのようさ、塩かけられると溶けちまう、ってなんでやねん。乗りつっこみ、ふたちゃん、こんなんもう。俺の布団は羽毛布団。知らんがな。どうでもええわ、お前。君の布団は何布団？いいでどうすんねん、それお前。俺のテレビはパナソニック。知らんて。君のテレビは何ソニック？パナソニックしかないやん。何ソニックって聞くなやん、もう。どんちゅうくらい、クララが立ったよ。関係ないやん。お前は、どうもありがとうございました。どうも、ダイアンです。よろしくお願いします。いや、いきなり。ねえ、はいはいはい。僕ね、スカウトされたんですよね、スカウト。うん、まあなかなかスカウトされることないじゃないですか。そうやな。スカウトされたい今日は僕。スカウトされたいな。だから僕ね今日向こうから歩いてくるから、うん、西田君僕のことスカウトして頼むわ、ほんまにな、あんまり。まあ確かにね、うん、俺も思ってたよ。あ、そう。誰もお前のことをねスカウトしにけえへん、うん、まあ確かにな、うん、おかしいやん。まあな、うん、こんなええのにな。なあ、ほんまに、うん、こんなピカピカ光ってるし。まあまあね、ありがとうね、ほんまに。すごい素敵やんか。まあありがとう、ほんまにな、うん、こんなに二足歩行やしね。どこ褒めとんねん、お前。他あるやろ、お前ね。俺も腹立ってたから。向こうから歩いてくるから頼むね、スカウトして。スカウトしたよ、よろしくね。すみません、すみません、すみません、ちょっといいですか。なんすか、すごい体、すごいいい体してますね。ほんますか。うん、鍛えてはるんですか。いや、そんなことないですけどね。顔もなんかシュッとして男前やし。あ、ありがとうございます。すごいな、はい、ほんますか。お兄さん、はい、もしよかったらね、僕と一緒にトウモロコシ作りません。何の使ったのね。農場ブラジルです。いやよ、絶対成功せへん、それ。すごいお金持ちになれたりするから。もうええわ、お前。スカウトも難しいよ。まあ、まあ確かにね。でスカウトでもいろんな種類あるんですよ。うん、例えばね、あの野球とかサッカーやってる高校生のところにね、うん、スカウト来たりするじゃないですか。はいはい、はい。でもかっこいいのがね、うん、僕はそういうやつ、断るやつね。僕はもう道決まってますと。あ、他の道に僕は行きたいですと。そうそうそう、あんな憧れるんですよ、あれかっこいいよね。ね、ほんまに。もう何回来ても一緒ですよ。帰ってください。帰ってくださいって言われてもね、何度でも来るよ。それが僕の仕事だからね。君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。確かに君は体はさほど大きくない。しかし足も速くはない。しかしそのボディバランスも良くはない。ただそのリーダーシップ、統率力、それもあるわけではない。しかしその目の輝きも特にはない。なんもないやないか、なんもないや俺。なあ、なあ。しかし、うん、ジャケットがよく似合っている。それなんやねん。それ言われたらどうしたいの俺。また来るよ。来んの？なあ、来んでええって。なあ、ジャケット似合うって何？何のスポーツそれ。なあ、どうしたらええの俺。なあ、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 何また来たよ。また来たん？なんと言われてもね、うん、何度でも来るよ、うんうんうん。おんおんと言われてもね、僕は帰らないよ。気持ち悪いな、お前。気持ち悪いって言われてもね、居続けるよ。君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。君はジャケットがよく似合う。分かった、でも分かったよ。また来るよ。来んでええって。ジャケットがよ、青山の人なあ、何のスカートな。俺どうしたいの、ジャケット似合うわれて。なあ、もうこんといて。なあ、もうこんといて。もうこんといて。また来たよ。また来たの？ね、また来たのって言われてもね、何度でも来るよ。どうしたらいいの俺。どうしたらいいのって言われても僕は帰るわけにはいかない。帰ってって言われてもね、僕はこのまま帰るとすごく怒られるんだ。何の会社なんつうかね。今日はちょっと見てほしいものがあるんだ。見てほしいもの。何それ。テレビデオだよ。ちょっと見てくれ。ビ、何なんすかこれ。馬の出産シーン。何見せとんねん。なあ、なあ、いい返事待ってるよ。どうしたらいいの。また来るよ。どういう返事がええの。出産して見せられて、ジャケット似合う言われて、絶対ぬるぬるなりやん。出産ジャケット着てやったら、もうこんといてや。もうたはい、来いや。もう何こげてんねんお前。何ねお前は。もうなんなん。もうまた来たよ。また来た。また来たんって言われてもね、何度も来るよ。もう帰ってや。もう帰ってと言われてもね、何度も来るんだ。気持ち悪いなこいつも。気持ち悪いって言われてもね、何度も来る。ロボットかお前。もう
ロボットかって言われてもね、何でも来るよ。バツオミね。ネジあるお前。君は早く自分の素質に気づくべきだ。分かった、ジャケット似合うやろ。今日はね、ジャケットの話はやめておこう。やめても。ちょっと見てほしいものがある。何よ。これだ。手を出してくれ。え、ちょっと食べてみてくれないか。食べんの？うん。何なんすかこれ。カブトムシの幼虫だよ。何壊しとんねん。早く出して、早く出して、うがいして、早く出して、早く出してね、早く出して。いい返事待ってるよ。どうしたらええの。どうせ言うねんお前。また来るよ。もうこうやってへんってお前。ただね、明日はおばあちゃんの法事があるから、次あさって来るよ。いや、また来れないから。でもないわ。どうもありがとうございました。